さて、OK グーグル、OK グーグル、止めて。ネット、あれ、Wi-Fi つないだ？パスワード。パスワード、青山55マップ。うん、最初の A が大文字、ね。55は数字の。どっちでも全部、3つ飛んでるはず、どれでもいい。うん、ハウリングはしない感じ、この距離だ。大丈夫。どうですかね。してない。してないですか。割と程よく離れれば。マスね。じゃあ今日は暖かいし、あれだね。でバーチャル拝見してるから。景色がわかんない。寒くなったら適宜中でこたつでぬくぬくしようぜって感じで、あ、今おかしいな、ちょっと今こんな感じで今日あったかいんで外側でやってます、でオンライン組はあ、ハガとうららとコウキ3人がつながってれば、あとはリアル参加組という感じなので、まあ、発表の時だけ、リアル参加組も自分の PC 使ってやってもらえればという感じです。あと、まあ、今年は去年より6時間はいかないだろう。ことで、でも、ちょいだったら、あの、なこたつです。今、Wi-Fi が多分アクセスポイントが集中してたので、俺はちょっと、うるはしラボのノーマルのやつに切り替えました。リアル参加のメンバーは、うるはしラボと、あと A と G とあるので、うまく分散して、つないでもらえればいいので、はい、そこのあたりは、適宜判断です。OK。よし、じゃあ最終発表会は、公開なので、ちょっと待って、なので事務連絡的に言うと先に話をしておくと、これで最終発表会終わり、あとあれか、3年生チームがまだアジア理解が残っているぐらいで、アジア理解は、ちょうどタイのオープンスマップ の代表が今日本に来てて、2月の下旬ぐらいに東京に来るらしいので、ちょっとその日に合わせて一緒にミートアップやろうかなと思っています。で、まあ、運がよく東大の地震研に研究員で来ているあのドイツ人のオープンスマップのマッパーも今2月末まで日本にいるって言ったので、ちょっとその2人を、調整して、2月下旬ぐらいの夕方ぐらいに、どっか場所どこでやるかちょっとまだ未定なんですけど、ワークショップをミートアップをやろうかなと、まあ、それでアジア理解は、の授業として、成立させるという形で考えています。おお、吹いてる。おお、大丈夫か？ちょっと、何が起きた今。混ぜるのは危険だよ。大丈夫か？今、水、ラーメン、何がこぼれた？え？コーヒー、ああ、ちょっとうまく、そう、逆さにしながらうまく、はい、今こっちで
ソータの PC が、マシンがコーヒーにコーヒーをかぶった感じでちょっとドタバタしてますが、アジア理解はそんな感じでやります。あとはあれだね、3月の卒業式の翌日から、最後、オイコンと、新刊兼ねたやつが、横瀬のキャンプが26、27ですね。そのぐらい、あとあれか、2月の18があれだ、夏美がチャットとかに送ってくれたけど、ピュラトの最終ファイナリストに残ったので、最後の発表会を18日の土曜日にやるということで、古橋がその日、マウス聞かなくなった。最後、結構。動きが悪くなった。おお、ちょっと。とりあえず、しばらく逆さにするのは効くから、物理的な水を排出することに、あと、まあ、乾燥させることにちょっと注力して。で、プラトの話に戻ると、18日は古橋は入試の担当になる可能性が非常に高いんだので、運が良ければ、科目数が少ないと結構午前中で終わっちゃったりするんだけど、なんだろうな、まあ分かんない。なので、もし入試が当たんなければ、古橋も行きます。で、当たったら入試が終わり次第駆けつけるけど、何時になるかちょっと分かんないという感じです。そのぐらいかな。あとあれか、スキャニングの、渋谷のスキャニングのは、もう、予定通り、2月の11日の、だけやりますということで、それは、メンバーにも共有してますよ。だいたいゼミとしてやってんの、そのぐらいかなですね。あとはもうこれ、ゼミとしてっていうよりも、卒業するメンバーにあんまり関係ないけど、古橋研究室の青山キャンパスオフィスがどうもできそうな感じで、具体的に言うと、革新技術と社会競争ワークショップ、社会競争研究所のチームで、今、昔の短大の場所に仮で、いわゆるパブリケーションツール、レーザー加工機なり 3D プリンターなりっていうのを置く場所ができて、で今新しく建設中の図書館が完成したらそこに移転するっていう形で、今のところうまくいけばなんか鍵ももらえそうなので、割と古橋研究室としても青キャンで何か作業したいと思った場合に拠点にできそうな感じです。なので古橋研究室はなんか裏側でこそこそいろいろ動いてるんですけど、今我々が確保している部屋は、すでに2つあって、で1つがあの B の720で、もう1つは G 棟の538だっけ、ね、の部屋に機材部屋があって、でなかなか G 棟って実は使いにくいので、レーザー加工機が1台置いてたりするんですけど、あの時間もすごい制限されてたり、いろいろ鍵を借りるのも面倒くさいんで、必要な時には行ってねっていう感じですけど、それにプラスして青キャンの部屋もできますよというところなので、割と、佐賀キャンと青キャンあちこちに拠点を着々と増やしているという状態ですという感じかな。なので、その辺青キャンの方の部屋の状況も本当に、まだ仮設っていう形ですけど、一応研究費で電動バイクを去年もう一昨年買ったんですけど、今佐賀キャンに結局置く場所がないので、今うちの自宅に置いてるんですけど、もともとの手続き上は青キャンに置く予定で、少なくとも電動バイクはどこかのタイミングで青キャンのその部屋に置きっぱなしにする予定です。で、いろいろあのマペラリも含めたスキャニング用、あそうだ平崎だから後でGoPro 渡すわ。電動バイクを使って街中をスキャニングするっていうのもあのやるんですけど、いろいろ青キャンで電動バイクというかあれなんだよね、青キャンって自転車を乗り入れた瞬間に警備員に止められて、なんか
許可取ってるって言っても信用してくれないですっげえ怒られるっていう。それで、なんか、それをまた事務方に文句言ったら、なんか特別な許可書を発行してくれて、これを持って電動バイク持ってくれば、裏、東門、西門、東門のどっちかからは入れますよって感じだったり、という、まあ、いろいろそう、いろんなことが起きてます。という感じです。でも、いずれにしても、古橋研究室としては着々と、青キャンの部屋が確保できそうと。というところです。大体そんな感じかな。なので、佐賀キャン、その辺はの話も来年度いろいろまた使い動きやすくなるかなというところですよという感じで、まあ大体次リアルに会うのはオイコン新刊の3月の26、27の土日という感じです。そうか、あと事務連絡としてあれだね、ゼミ活動費の、よし、ゼミ活動費の4000円で、1人1台スノーピークの、オポネットクッカーと、あとは中に、中にというか無理やりねじ込んだんだけど、この1人1個ガスカートリッジ付きっていう形で、これを用意してます。で、ただ条件があって、結構事務方とネゴして、まあ、結局事業でちゃんと使っている証明を出せということで、さっき昼飯でこれ使ってラーメン作ってたんですけど、基本的にはフィールドワークで、現場で、まあ、ラーメン作りながら書類上はツリーハウス、明日午前中行くけどツリーハウスを秩父で横手で作ってるっていうことのその活動の一環でこれを買っているので、ここに来ないと渡せないっていうのと、ラーメン作ってる写真を1枚撮らせろっていう、その2つを提出することによって渡せるっていう感じです。なので今回秩父に来れなかった人は次回絶対来てねっていう、でラーメン作ってる写真をちゃんとそこで撮らせろという形で、それ提出しないと予算が下りないっていうことです。立て替えてんだ、はい、そう、立て替えてます。なので俺が困るので、はい、ちゃんと来てねっていう感じです。だから逆に言うと、来なかったら写真撮れないので俺が自腹で、まあ俺が買い取るって形になっちゃうっていうところだけ気をつけて、なので、今日、うららはタイにいるんだっけ、今日来れてないメンバーは頑張って来てるっていう次は感じです。その感じかな。よし、じゃあだいたい、あとなんか逆に事務連絡的に学生から何かありますか。大丈夫です。羽川は何か言わなくて大丈夫。プラットファイナリストの件は代表は最終的に書類上はどうなの。夏美になってる。それはなんか代表者じゃない人っぽい表記だったので、いぶきに、ね、いぶきになってる。了解です。で発表はうららと夏美も現場行ける感じ、18日。あ、そうですね。じゃあ、うららと夏美が2人で並んで立つみたいな感じをイメージしてる。あ、やった。うん、で、多分1回目、12月はほら、夏美がやったから、多分ね、次はメインはうららの方がいいと思う。で、どっちにしても女性陣が出るっていうのがファイナリスト的には、多分他みんな男性陣だから、まあ、ダイバーシティ的にも、非常に。まあ、注目されるので、次はうららをメインにしつつ、夏美は逆に言うとバックアップでサポートしてあげてっていうか、ね、あ、うららが OK 来たっていう感じです。あれだよね、まあ後でいろいろ話をするけど、なんかプラットジオガチャも作って持ってきたよねっていうとかね、その辺も含めてどうやるかはちょっと後で作戦会議しましょうという感じです。はい、はい、OK です。はい、じゃあそんな感じで、じゃあ他事務連絡なければ、これを Facebook ライブとして公開始めて、卒論発表会に行きますか。あ、これがそもそもまだこれアカウントがサインインしてない、ちょっとちょい待って、ログインして管理者権限を獲得して、
ではライブ配信を始めます。今設定中。フル覇王学古橋研究室卒論ゼミ論最終発表会2023はい。タイムラインタブリック。それで今ストリームを開始中。はい、ここからは公開されます。よし、これで、うん、これみたい。よし、はい、はい、では、Facebook が見えてくる。違うの、誰か。誰か。これじゃない人。そんなことないか。大丈夫。あ、消えた。はい、Facebook ライブの配信もスタートしたので、それでは、2022年度の古橋研究室の卒論とあとゼミ論発表会、最終発表会をこれから始めていきますというところでの、また俺、これがバーチャル背景。ちなみに今配信始まったので、他の人はどんな状況かわかんないですが、屋外であったかいんで、ちょっと外でゼミの発表会という形でやってます。よし。で、先に、古橋ゼミ、古橋研究室の卒論発表会はどんな感じかというと、まあ今公開始まったんですけど、基本的には、こういった発表そのものも公開するし、あとは実際のそれぞれの卒論の中身は全部 GitHub のレポジトリに上がってますよということで、古橋研究室の GitHub の中に、全員の過去の、卒論の内容も含めて全部、レポジトリ化されているので全部覗き見ることができますという形です。で、古橋研究室の卒論は、3年生4年生それぞれ1年間かけて、卒論ゼミ論やっていくという形で、そういう意味で言うと3年生で1回、まあ、ゼミ論として発表して、で最後それをベースにしたりまたゼロからスタートしてもいいんですけど、4年生でもう1回発表という形で合計2回、まあ、最終発表会をやるという、そんな流れになっています。なので今日は、3年生もやるし4年生もやるという形で、そうですね、それをごちゃ混ぜでやってきますというところです。で、すでに構想発表を夏にやって、秋に中間発表をやって、あとは、途中の成果報告としての、アドベントカレンダーを12月にやって、最後今日は最終発表会という形です。毎年2月の第1土曜日に、この横、まあ、最近は横綱ですけども、第1土曜日の午後1時から、やってますというところで、最後の発表は発表時間10分ですね。TED 方式という形なので、1人マックスで10分、発表してもらいますという形です。去年も去年は結構人数多かったんですけど、結構長丁場になるので、ゆるゆると聞いてもらえればなという感じです。はい、なので10分だったら終わりという形です。まあ、それより早く終わる分には、まあ、内容次第ですけど、まあ、問題ないですよということです。あと発表は、それぞれ今Zoom につながっていると思うので、それぞれ画面共有して自分のマシンで行ってくださいということです。プレゼン資料そのものはもう、まあ、GitHub のレポジトリにいろいろ資料とかドキュメントは乗っかりつつも、スライド資料も、ウェブで見れるような形にしてねということで、まあ、スピーカーデックスなりスライドシェアなり Google スライドなりプレッチなり、まあ、他でもいいんですけど、まあ、ブラウザーで開けるもの状態にしておくという形が重要なので、そこはプレゼン資料はちゃんとオンラインに置いてるかどうか大事ですね。
あとは、GitHub のレポジトリにちゃんと公開のレポジトリとして入れている、全部資料等々も含めて整理されているかどうかということです。ドキュメントの共通方法は、他のゼミとかはワードのドキュメントファイルとか使うところもあるかもしれないですが、うちはワードのドキュメントファイル禁止しているので、基本的には、GitHub のレポジトリにマークダウンで、きちんと記述してねという形です。あと、いろんな形で質疑応答とかは、チャットとか使ってもらってもいいんですけども、なるべくその質疑応答のやり取りが残ることが大事だと思っているので、それぞれの発表者の、リンクをなるべく、今 Facebook ライブに共有しているので Facebook ライブに古橋が貼りつつ、そこに異臭を立ててもらうのが一番いいかなと思っています。なるべく外の人に見てもらって、いろんな意見をもらった上で修正していくという形、特に3年生は未完成な状態であってもそこから得られる質疑応答がすごく次のステップにつながっていくと思うので、そのあたりも含めて、なるべく GitHub の異臭にどんどん書き込んで、ディスカッションをして、くださいというところです。基本的には、そういった形で、うちの古橋研究室のゼミはなるべく最初発表会はなるべく公開して外の人たちにいろいろツッコミを入れてもらうということが大事かなというふうになっています。あ、すごい、早速見てもらいたいということで、古橋研究室の卒論ゼミナーのルールを共有、あ、みんな、宮内さんも聞いてる、ありがとうございます。白田さんもありがとうございます。プロの土地家屋調査士の人が見てたりとかですね、名古屋 のオープンソース のコアのエンジニアが見てたりみたいな感じで、はい、ゆるゆるとお付き合いいただければと思います。よし。ということで、じゃあ順番決めますか。スラックでいつものように、早く発表したい人は名前を書くという形で、スラックに投稿した順番で発表。上松、トップバッター。あ、これ早すぎた。上松、浩喜、渡る、ソータみたいな感じで今スラックに限って、後ろがいい人はあえて戦略的に後で順番、今スラックにガンガン上がってる順番で発表していこうというところで、じゃあ、上松、準備をお願いします。やります。よし、よし、はい、見えてます。準備が良ければ始めます。はい、まあ、あ、はい、ゼミ論発表を始めさせていただきます。学部3年の上松直江です。今回は、イムラット形式、イムラット形式にのっとって発表させていただきます。イントロダクションです。今回の私のゼミ論のテーマとしては、LINE で使える古橋ボットの作成としました。まずご存知だと思いますが、LINE ボットの説明をさせていただきます。LINE ボットとは LINE 上で自動でユーザーと話す、プログラムのことです。一般的なメリットとしては、グループ LINE でのコミュニケーションの活性化という点と、ユーザーのニーズが分かりやすくなる、ユーザーの問い合わせをする心理的負担を軽減できるという点があります。それは、対人のコミュニケーションではないので、何でも送れるというような、作用が働いています。そして、LINE は使用者数が多いため、多数のアクティブユーザーに、リーチが可能という点が挙げられます。で、今回、古橋研で作る意義ということですが、それは私の中で、便利になるからということにしました。メソッドです。開発に使ったものは、大きく分けて3つあって、1つ目が LINE デベロッパーズです。LINE デベロッパーズとは、LINE が提供しているさまざまなプロダクトを使って開発を行う、外部デベロッパー向けのポータルサイトです。例を申しますと、LINE メッセージング API、これは LINE ボットのことです。とか、LINE Pay が LINE デベロッパーズを用いて作ることができます。そして2つ目に Make です。Make とは、もともとはインテグロマットと言われていたんですが、名前が変わって、ノーコードで異なるウェブサービスやアプリケーションを連結させてタスクを自動化できる、ツールです。で、もう一つ、Google Apps Script、通称 GAS というものを使いました。GAS とは Google が提供する各種サービスが
自動化と連携を行うための、ローコード開発ツールです。中間発表では、VS コードを中心に、VS コードを用いて Python ベースで作っていくって話だったんですが、ちょっと僕のパソコンでなんか VS コード使えなかったので、方向転換しました。まずは今回、ボットを2つ作りました。1つ目の古橋ボットについてです。開発になぜメイクを使ったかということなんですが、ノーコードでオープンにできるからという点に注目しました。古橋ゼミはオープンということにこだわっているので、今回のゼミ論で LINE ボットでもオープンということにこだわりました。オープンでどういうことかと言いますと、今回 LINE と LINE の間に Google スプレッドシートを、仲介させて Google スプレッドシート内で、古橋ボットに、入れる語彙を増やせるように、プログラムして作りました。その点で Google スプレッドシートの URL を知っている人ならば、みんなが古橋ボットに入れる語彙を増やせるということでオープンという言葉を使いました。実際の例がこんな感じです。キーワードのところの Zoom という、キーワードを打つと、返却されるものが Zoom の URL が送られてくるようにしました。とかこんな感じです。これが実際の画面です。インスタって送るとインスタの URL が送られたり、目的って送ると一億総農家について送られます。また、登録してない言葉を送ると、アップデート中ですというように、返信されるようにプログラムしました。またリッチメニューを作りました。リッチメニューご存知だと思うんですけど、LINE ボットでしか使えないオフィシャルのサービスで、トークメニューの画面の下に固定されて表示されて、EC サイトだったり予約サイトなどの、外部サービスに、リンクを設定できるものです。今回は Zoom と Facebook と YouTube を設定しました。でこれ作成するときに Canva を使ったんですが、Canva はテンプレートがあって作りやすいんですけども、Canva で作ると、画像が大きくなりすぎるので、その点で、Tips として Paint で画像調整すると、スムーズに、リッチメニューが作れると、感じました。で2つ目のボットで、VF の画像保存用ボットです。なぜ画像保存用ボットが必要だったのかという点に関してですが、スマホから Google ドライブに画像を保存しにくいということが僕の中で問題だと思っていました。そうですね、僕 V&F で画像を携帯で写真よく撮ったりするんですけど、その後夏美さんと共有するときにドライブ使ってたんですけど、携帯からだとドライブが使いにくくて、ポンともっと簡単できたのなと思って作りました。実際の画面がこんな感じです。画像を送ると古橋ボットが5秒後ぐらいに保存完了って送ってきて、保存完了が送られると、古橋ゼミのドライブに画像が保存されるように作りました。今回これは、GAS を使って、Java ベースで作りました。他にも、これにも Google スプレッドシートをかませていて、送った人と送られた日付、どこのドライブに保存されたかなどを記録されるようにしました。リゾルツです。これが QR コードなんで、よかったら追加してみてください。はい。1個は多分中間発表と一緒で、いきます。ディスカッションです。なぜ1つのボットに2つの機能を持たせなかったのかっていうのが疑問に持っていると思われるのですが、それは今回1つの URL しか紐付けできなかったからという理由で、LINE デベロッパーズの Webhook URL の設定で1つのサイトしか、紐付けできなかったので、今回2つのボットを作りました。で解決策としては1つの URL で完結できるようなプログラミングの技術を向上させるという点が挙げられます。そして本当に必要かっていう点、これ作った後に問い直しまして、やっぱり便利になったんですよね。スマホだと、全部この情報って GitHub には載ってるんですけど、スマホだと GitHub 使いにくくて、こういう点で LINE で Zoom って送った後に Zoom の URL がポンって送られてくると、すごい使いやすいなと自分の中では思っています。また新規性として、これ誰でもゼミ性は使えるので、語彙を増やせるので、新しいデータ保存の形になるのではないかと考えています。これは僕の手法なんですけど、VF 手法1というキーワードを載せておけば、いつでも手法が飛んでくるので、まあ、他にもいろんな活用法はあるのではないかと考えています。コンクルージョンです。自分の学びとしては、ノーコード、ローコードを使用した開発のノウハウという点と、プログラミングに関する興味
可能性と最低限の知識を身につけたと考えています。今後の展望は語彙を増やすということで、今回開発に時間をかけすぎてちょっと語彙全然増やせなかったので、増やしていきたいと考えています。また文字判定の強化という点で、今回 Zoom っていうキーワードに3つの種類をつけていて、最初が大文字の Zoom と小文字の Zoom とカタカナの Zoom って3種類作ったんですけど、もうちょっと、技術を伸ばせば AI が勝手に判断してくれるようにできるので、もうちょっと技術の、習得が必要だと感じています。また機能の追加で、今回画像保存用で動画はまだ保存できないので、もうちょこっといじればできると思うんで、今回これから増やしていきたいと考えています。グラレコです。以上です。はい、完成形に近づいてる感じ。ありがとうございます。まあ、細かいところ多分言葉が細かいところ邪魔作る。そこはめっちゃ細かい。すみません。あとは今多分この距離俺もマイク。はい、ちょっとマイクをこっちに切り替えて。なので。多分あとは語彙力を増やしていくっていうところの中と、あと多分今回は古橋ボットっていう古橋をまあイメージした形になるけど、多分発展系としては、まあ、それこそ日本地図学会とかの話も多分前振ったと思うんだけど、ね、伊能忠敬ボットだったり、存在しない人なり、もしくは、そうだな、こうボットってすごくいいのは、こうインタラクションが生まれることで、昔例えば、みんなの代だと地球社会共生学部の1期生の言葉ってどんどん消え失せていくというか継承しにくい。だけどあの当時の学生が何考えてたかとか、もしくはもう本当に引退しちゃった先生たちが残してた言葉をその語彙の中にガンガン入れておいて、で、まあ、LINE だったら LINE でこう例えば過去に、この地球社会共生学部を作った人たちのボットを存在させることによって、何をあの先生は考えていたのかなとか、1期生の人たちって何を考えていたのかなみたいなことをうまくこう継承させるツールとしても結構ありなんじゃないかなと思うと、それを全部自分がやる必要はなくて、そういうことができる一つの仕組みですよっていうテンプレートにしちゃう形にして、それを例えば学例に投げて、1期生の言葉とかをそこに放り込めば、ね、地球社会共生学部一期生ボットみたいなものができて、なんか進路に悩んだ時に、ね、相談するとボットだけどそれなりの言葉が返ってくるようなものとかっていう、まあ、その辺って結構自分ごとにしやすいかなと思うので、割とアプローチとして面白いかなというか、そのうちの研究室ってやっぱりどう検証、次のこう世代というか次に情報を継承していくのかっていうことがすごく重要になる中で、やっぱりそう GitHub も使いやすいわけではないんだけど、必ずしもそのスマホは特に使いにくいというのはその指摘の通り で GitHub はやっぱり情報をアーカイブするっていうことに関してはずば抜けていいっていうメリットがあるので、まあ、それにこう人とのコミュニケーションをどう間に挟んでいくのかっていうアプローチの中では、今回のボットっていうのはすごくこう位置づけとしては面白い形になるんじゃないかと思ってるし、なんかさっきの話を見た中で、日本地図学会のボットも今、ディスコードベースに作ってるけど、ちょっと LINE ボットとしても作ってみようかなって気になった感じです。はい、なので、じゃあ、4年はもうそのまま語彙力を高めていく方向に行く感じ。うん、まだ納得いかない感じ。まあまあ、でも、まずは、多分だからそういう。あとはその逆に言うと語彙のパターンをきちんとアーカイブしておくと、 LINE ボットじゃなくても同じ語彙パターンを Google スプレッドシートに整理しておいて、まあ、Discord でも何でもいいんだけど他のボットにも同じデータを突っ込めば同じように返してくれるみたいになると、それはそれでまた継承性が出てくる。なのでこう必ずしも LINE、まあ、今の世代は LINE かもしれないけども LINE 以外のものにも展開可能なことを前提とした語彙集みたいなものをきちんと作っていくっていう形でも結構意味が出てくるんじゃないかなと思います。他質問あれば。特にちょっと今ちょっとチャット。
分が、外部の人のコメント、宮内さんから、自分が楽になるための行動を書くっていうのがとても良いなと思いました。という感じで、はい。お、すごい。卒業生も見てる。森田が見てる。という感じですね。はい。じゃあ、OK。はい、じゃあ、お疲れさんでした。はい。よし。じゃあ、次は、順番としては、後期。後期はオンラインだから。はい、こんにちは。はい、聞こえてます。はい、お願いします。じゃあ、始めさせていただきます。3、2、スタート。はい、じゃあ、画面共有をするので、見えていたら反応お願いします。大丈夫そうですかね。見えてます、大丈夫です。はい、じゃあ、22年度のゼミ論最終発表を始めていきます。僕は昨年に引き続き MapBoxGLJS のスタイルスペシフィケーションのレイヤーズを、日本語訳の作成と図化っていうところを取り組みました。まず一番最初なんですけど、まあ、これまでどういうふうにタイル技術っていうのが、タイル地図の技術っていうのが編成してきたかっていうことについて説明していきます。まず1970年代に、四分儀というデータ構造が生まれて、そこを中心に、デジタル地図、マップっていうのが、進化していきました。2005年にこうラスタータイル版の Google マップがこうリリースされまして、これが本当に、今の Google マップもそうですし、他のタイルマップの基礎となってます。で、その後2006年に、ブラウザで地図データを表示するための、JavaScript ライブラリの、Open Layers がリリースされまして、ここから、これはオープンソースライブラリなので、Google マップは、他に、公開していないのに対して、オープンで誰でも使えるっていうところが、画期的だったかなと。ふうに思います。その後2011年に、ウラジミール・アガフォンキンさんが、リーフレットを開発、するっていう話になっていくんですけど、その後13年にマップボックスに加入することで、現在のマップボックスの技術だったりとかっていうのが、今の状態にこう進んでいきます。で2014年に MapBoxGLJS のバージョン 1.0 がリリースされるんですけど、2020年にこれが 2.0 になった際に、完全なオープンじゃなくなっていくっていう形で、これに対してちょっと批判的な、方たちが、この MapBoxGLJS の 1.0 をフォークした形で MapLibre というものをスタートさせます。で、これで、マップボックスが今まで、持ってきたオープン性というのを確保したまま、デジタル地図っていうのを誰でも使えるっていう、状況は引き継がれたっていう形になります。で、こうした流れの中でデジタルマップっていうのはもうどんどん進化していって、今さらにその重要性っていうのは高まっている中で、地図開発の際に必要で重要なドキュメントっていうのが日本語対応されていないっていう現状があります。これでは日本人の、地図開発者っていうのがどんどん排出されていかないっていうふうに考えまして、これの日本語対応させていくっていうことに、着手することにしました。で、さらにドキュメントの構造っていうのをさらにこう理解を深めるために、その図式化っていうことにも同時に取り組むべきだっていうふうに考えまして、今回は MapBoxGLJS スタイルスペシフィケーションのレイヤーズの部分の日本語訳を作成し、それを図化するっていうところに取り組みました。方法としましては、昨年のゼミ論で、いろいろ翻訳のルールについて考えていったので、そのすべてのルールを対応させた形になるんですけど、まず基本的には Google 翻訳を使用なんですけど、僕はちょっと途中から、あれですね、DeepL に変更しました。で、
まあ、それを不備があればどんどん修正していって、あの形、正式な形に持っていくって形です。で、さらに原文と同様にリンクも貼るっていうところで、あの GitHub の中に作ってるんですけど、そのちょっと見せた方が早いか。こういうふうに、あの、各項目にリンクが貼ってあるので、これを押すと、本来のレイヤーズのページに飛ぶっていうリンク付けを、まあ、すべての、まあ、原文と同じようにくっつけたっていう感じです。でさらに開発時に使用するワードは原文のままバッククォートをつける。でこれも、同じように、まあ、こういう形で、それをそのままコピペすれば、あの開発に使えるっていうことなので、まあ、こういうふうにバッククォートをつけてこのまま使うことでそれが、開発時に使うワードになってますっていうことは、もうすべてこのバックコートで差別化を図っているという形です。また翻訳できない、ワードっていうものがあったときは、固有名詞は原文のままっていうところで、まあ、それ、そのマップボックス GLJS 内での、ツールとしての機能があるワードっていうのはそのまま使いまして、特にそういう場合ではないのは、カタカナ表記っていうふうに、変えています。で図式化は2つありまして、UMLs を作成するっていうパターンと、グラレコを作成するっていうパターンがありまして、昨年は UMLs の方に取り組んだんですけど、今年はあのそのリポジトリ内を説明するグラレコっていうのが非常に役立ってるっていうことに気づきまして、グラレコの方にも着手してみました。で、UMLs の方はチャット GPT にですね、あのお願いすると叩き出してくれるということで、あのまあ、これ実はあの先生が頼んで作ってくれたやつなんですけど、あの自分でこの後やってみたんですけど同じ結果が出なかったので、あのまだチャット GPT 側にもあの課題はまああるのかなっていう、まあ、の図を作るツールでは本来はないので、まあ、そういう部分なのかなとは思います。でもこちらは、はい、それなりに結果がそのマークダウンに埋め込めるマーメイドの技術が結構変わったって感じ。なんかあの、まあ、後でまた紹介するんですけど、ちょっと僕には荷が重いですみたいなことが返ってきまして、指示を出すと、そのチャット GPT、チャット GPT はその自分は図化する目的で、あの動いてませんみたいなことを言う。ああ、そうです、そうです。その形ですね、はいはい。で、こちらは英語で作成しています。で、もう一つグラレコの方なんですけど、その僕はそのレポジトリの、説明をするっていうことが必要なのかなと思ったので、今回は日本語にしました。ただ、これがもし、やば、これがもし、いい機能を果たしてるっていうことになれば、まあ、英語化していくってことも同時に必要なのかなと思います。で、結果は、こちらになります。リポジトリは、まあ、あの、後で確認していただければと思います。完全に、あの、すべてのルール通りに翻訳しております。これが UML 図になるんですけど、ちょっと見づらいかな。一番上にスタイルっていうのがあって、そこに、こう、レイヤーが入っていて、まあ、それぞれレイヤーはソースからデータを抜いていて、レイアウトとペイントという、まあ、2つの、あの、サブプロパティに分けることができるんですけど、まあ、その形もしっかりと表現できているのかなっていうふうに思います。これは、あの、かなり高精度だなっていうふうに思いました。で、グラレコの方なんですけれども、グラレコはこちらになります。あえてちょっと、あの、誰でも見やすくなるように、ちょっとイラスト多めで活かしていただきました。ここにちょっとマップボックスの宇宙飛行士のキャラクターみたいなのもちょっと入れてみたりとか、結構初心者の方でも読めるような形で、ちょっと、書いてある内容をかなり簡単に記述したりとか、まあ、そういうふうに工夫しました。あとは、あえて詳細に書きすぎないで、あの、情報量を絞ることで、かなり目次的な使い方をできるように。意識しました、ね、次ディスカッションです。
本研究によって、ある程度ルール、翻訳ルールっていうのを整理することができたので、今後他の項目を翻訳していくっていう際にも、この研究を 見つつやっていただければなっていうふうに思ってます。で、また翻訳ルールっていうのを文書化して先行事例を残していくっていうのは結構重要な項目なのかなっていうふうに思います。また、あとマップボックスジャパンにこれを、載せてほしいなっていうのをちょっとアプローチしていきたいなっていう思います。今度 UML 図なんですけど、まだそのチャット GPT がいい結果を出してくれないっていうの不確実性もあるのかなって思ってます。で、割と高精度な図だったんですけど、図の形式っていうのは GitHub に互換性があるっていう意味でマーメイドを使うべきだなと思います。ちょっと時間完全にオーバーしちゃうんですけど、ちなみにどういう感じで出たのかっていうのを一応紹介します。これですね。先生と同じ文言を打ったんですけど、図を作成するツールじゃないので、これぐらいしかできませんっていうふうに出て、一応簡単なコードが数行出てきた感じですね。何回打っても同じような結果でした。はい。で、グラレコに関しては、やっぱり視覚的に伝える強みっていうのはしっかりあるなと思っていまして、初心者にも伝わりやすいですし、目次としてすごいいい役割を果たしてるっていうところがあるかなと思います。一方で、その公式のページに載せるっていうにはちょっとそぐわない部分もあるのかなと思いまして、それを良しとしてくれる、企業だったり団体っていうのもあるかなと思うんですけど、ちょっとフォーマルなウェブページにはちょっと合わないので、これは良し悪しあるかなっていうふうに思います。最後、まとめなんですけど、今後の課題として、全項目の日本語訳作成っていうのはもうまず絶対必須。で、その後、全項目の、図式化、グラレコ作成っていうのも、同時に進められていくと、日本語訳版のレポジトリっていうのが、充実していくかなっていうふうに思います。で、日本語、英語ともに同じ情報が手に入る、情報整備っていうのができていくと、この研究のもと、目的である日本語の開発っていうところは、素晴らしく進んでいくのかなっていうふうに思っております。はい、以上です。ちょっとオーバーしちゃったんですけど、ありがとうございました。はーい。よいしょ。よいしょ。そうそう、うちのゼミは結構ドキュメンテーション大事だよねっていうので、2年間、マップボックスのスペシフィケーションをまだ日本語化されてないのをがっつり翻訳するっていうのも結構重要な作業で、そうそう、結構やっぱり途中でね、チャット GPT が出てきて、あのツールってやっぱりそのドキュメンテーションをサポートするっていう機能としてものすごい有用である反面、やっぱり使いこなし方の癖はあるというの で結構やっぱり、GitHub ベースとかになる、GitHub だけじゃないんだけど、今のそのウェブ上のドキュメンテーションってほぼほぼもうマークダウンで決まってきているんだけど、結構マークダウン書くのが慣れてない人にチャット GPT に文章を投げてマークダウンにしてって適切に指示すると書いてくれるし、それは元々 のドキュメンテーションが英語であったり他のもので書いてあったとしても結構マークダウンはちゃんと書いてくれるなっていうのと、今回やっぱりちょっとやってみると、その中で、GitHub は特にマークダウンの中に図化できるマーメイドの記号も使えるようになってきていて、指示のやり方次第でやっぱりマーメイドにもそれなりに出してくれて、それが確かかどうかは人間がもちろんチェックしないといけないんだけども、その叩き台を作ってもらえると後でちょこちょこいじって最終形に持っていきやすい意味では、多分今後チャット GPT ってこうドキュメンテーションをサポートするツールとしてはどんどん進化していくだろうなっていう意味では、すごいタイミング良かったかなと、ギリギリなんか放り込めたっていう感じはします。なので、そうだな、だから多分こういう、そう、マップボックス GLJS のスペシフィケーションをこういうふうに表現してねみたいなことまである程度は理解できるようになっているんだけど、多分やっぱりグラレコは書けない、そうだな、ミッドジャーニーがグラレコ書く時代が来るかっていうと、なかなかそこまで行くにはもうちょっと時間が必要な気がするかな。特に、ね、ミッドジャーニーも含めた AI の描画系って文字を書くのが苦手だったりするので、それってすごくこうやっぱりうまくこう
それだけでは完璧にはいけないかなと思うので、でも、話の中でやっぱり人間が手書きで書いたグラレコってやっぱりオフィシャルのドキュメントには載せにくいっていうのはその通りで、多分オフィシャルのドキュメントにするのは載せるのはやっぱり UML みたいな、なんかちょっと読みにくいかもしれないけどカチッとした雰囲気のものがフィットするっていうところはやっぱり使い分けなのかなと思うんですね。そうだね、まあ、例えばコウキが書いたグラレコをミッドジャーニーとかに投げて、これをもっとプロが書いたように見せてみたいなことが仮に近い将来できるようになるとすると、それはもしかするとオフィシャルにも、それこそマップボックスのデザイナーのある程度のこうルールに乗っかった形でグラレコ化してみたいなことが支持できるようになる未来は案外すぐやってくるかもしれないので、そのあたりはまたそのこう堅苦しいスペシフィケーションをより理解しやすくするアプローチはもっと進化するかもしれないなと思ってたりします。なのであとあれ残ってるのは、GLJS のスペシフィケーションの中ではあと項目としてはどれだっけ、全部終わってないっていうところの中で大物のレイヤーズはまあ終わったっていうところで、はい、そうですね、終わってないのはこの辺終わってるよね、ルートは終わってます。あと逆にそう、あと どれ残った、これが残ってるの、ライトソースは終わってたはずですね。ソースは終わってます。この、終わってないのだけなんかアスタリスクかなんか終わってないマークをつけといてもらうと残り作業終わらせられるかなっていうので、はい、ちょっとそれだけ最後やっといてください。はい、でそれ残り終わったらマップボックスジャパンに提出して、ちょっとみんなに使ってもらえるかなという感じ。了解です。はい。はい、何か質問とかあれば。いらっしゃるとこも大丈夫。じゃあ、ちょっと関わってた。じゃあ、マイク。マイク、はい、このまま、はい。あ、平沢です。あ、おはようございます。おはようございます。僕、個人的には、僕も結構、自分からマップボックスをいじってて、はい、マップボックス GLJS をいじってて、一番難しいなと思ったのは、だからまあレイヤーとかソースの概念じゃなくて、もっとなんか JSON の概念を理解するところは僕はやっていて、うん、ネストとかの概念ってやっぱりこう慣れてないと難しくて、逆にそこが理解できるとある程度こう、まあ、理解ができるかなってところがあるんで、多分今回はまあ、日本語訳ってところに徹したと思うんですけど、まあ、その一歩手前、なんか初めにとか0番目のものとして、そもそもこのJSON の概念とかってところを付け加えると、本当にこれから何かこう地図コンテンツを作っていくっていう人に優しいのかなって思いました。はい、はい、ありがとうございます。そうだね、まあやっぱり慣れてないとね、 JSON っていきなり言われてもそもそも JSON って読めなかったりするぐらいも含めて、初めての人にとっての入り口の敷居を下げるって、それなりにもうちょい分かりやすいドキュメントは大事かなっていうのはその通り。まあ、特に地球の場合に、うちの学部の場合には ほぼみんな文系だから、余計にこの辺のこう概念が理解していくみたいな。なんか、比嘉の方が言いたそうだけど大丈夫。はい、はい、じゃあお疲れさんでした。ありがとうございました。じゃあ次は、吉田渡る。じゃあ、こっちのマイク切ります。見えてますか？見えてます。はい、OK です。はい、じゃあ、ゼミ論発表、最終発表を始めさせていただきます。と僕は、プラと LDD1 の建物データを OSM にインポートする際の事前準備のマニュアルを作る際の、まあ、作業を行いました。目次です。で、最初はオープンストリートマップ、あ、すみません。オープンストリートマップ、まあ、古橋県ではもう、当たり前のように使っているもので、フリーなやつがこれだったんでこれ使わせていただいたんですけど、オープンストリートマップは誰でも自由に編集できる地図ということで、まあ一般の方が編集しているものも多いという中で、まあ、3D 建物データがあんまりない地域があったりとか、まあ、あんまり整理されてない地域がたくさんあるというところで、まあ、3D 建物データインポートを
入れなきゃなみたいなのがあった中で、まあ、プラトという、国土交通省が、主導する、まあ、プロジェクト 3D 都市モデルのオープンデータ化を目指すプロジェクトが2020年度から、始まりまして、まあ、そのデータ結構、まあ、国土交通省がやってるっていうのもあって結構精密で、なこともあって、まあ、このプラトの LOD1 の建物データをまずは、オープンストリートマップにインポートしようというところから始まりました。でインポートする地域の優先順位としてはこちらの、OSM ウィキ、にのっとって、この順番ですね。東村山、新座、森山とか、で東村山が、まあユースさんと、フレ先生が、インポートして終わったという状況で次は新座市かなという状況です。優先順位はどちらかというと我々側の都合で、そうです、あ我々側の使ってる順番とは違う、違う、そうですね、我々が近くに、ね、そうですね、近場から攻めていくというだけの、そうです、はい。で、マニュアルを参考としたのは、このニャンパイア、飯田さんの、ものを聞いたと、違うな、フライス先生の、マニュアルですね。これかな、これじゃないですね。すいません。はい。で、インポート作業を進めていく中で見えてきた課題っていうのがあって、まあ、僕、コマンド実装するときに Windows 使っていたんですけど、エラーが起きてしまった。実行されないという問題が起きたことと、2つ目が妥当性検証時に表示されたエラー広告っていうのが、あ、警告ですね、が OSM によるエラー警告なのか、プラトー側によるエラー警告なのかっていうのが判別ができないという問題、課題が出てきまして、まあ、この2つも事前準備に当たるものであるので、まあ、事前準備が重要であるかなと、考えまして、まあ、最終的にインポートする際の事前準備マニュアルを完成させようというところで、まあ、最初この2つの問題を解決しようというところで取り組みました。はい。で、本研究では3つのことを主に、やりました。1つ目がインポートする際の OS と Java の動作環境の調査。で、2つ目が、OSM の、妥当性検証をタスキングマネージャーと JOSM を用いて、行ったと。で、その際に出た、エラー警告の修正を行いました。で3つ目として、妥当性検証で表示されたエラーと警告の事例を収集しリスト化する、ことです。で1つ目のコマンドが実装されない問題、もうちょっと詳しく言うと、これあの CityGML データっていうのを違う形式のファイルに変換する際のコマンドっていうのがあるんですけれども、まあ、それが実行されないと。で私は、Windows コマンドプロンプトを用いて、コマンド実装していました。で、この問題解決するために CityGMLOSM の、開発者である林優さんに助言をいただきながら、検証していきました。で私の、環境、パソコン OS の環境と Java のバージョンですね、 Windows 10と Java は当時の、最新で CityGM も当時の最新、規定文字コードとは、UTF-8 です。で何が原因だったかっていうと、結局 Java のバージョンが原因で、CityGM OSM 上では Java の最新の19っていうのはスワードを動作しないと。でなぜかというと、まあ、CityGML OSM で利用されている Apache Camel の、まあ、バージョン 2.25.4 が Java 8と Java 11にしかサポートされていないためでした。なので、Java 8、Java 11は、動作できるんですけども、それ以外の Java のバージョンは、動作しないというふうになりました。で、2つ目の妥当性検証でのエラー警告が OSM のものなのか、プラドのものなのかっていうものは、まあ、事前の段階で OSM のみの妥当性検証を行えばよいということで、タスキングマネージャーと JOSM を用いて、妥当性検証を行いました。これは、古橋先生が、タスキングマネージャーを立ててくれて、このような感じで、マッピングという、名目、マッピングをすることで妥当性検証を行うことをしました。で、すみません。タスキングマネージャーによる妥当性検証ですね。新座市を16分割、このように16分割して妥当性検証を行うと。で、自分で修正できるエラーとか警告は自分で行って、まあ、修正が難しい場合は、まあ、スクショを取って移動経路を記録して、まあ、事例を収集しリスト化してもらう。で、フライ先生なり、飯田さんであったり、上級者に、修正をしてもらうということです。にしました。はい。
で、タスキングマネージャー OSM の、改善提案機能というのを使用しまして、チェック対象、チェック範囲をすべてにして行いました。で、ここで注意するのは、まあ、安易に削除しないことですね。で、事例収集の対象としては、この JOSM のバリデータ、の検証という欄を参考にして、こちらの要素のエラー警告と、まあ、私が重要であると判断したエラー警告を、事例収集の対象としました。で、タスキングマネージャーでの妥当性検証で、まあ、まあ、重要だなと、自分で修正できなかったものとして、まあ、フィックスミリクエストがあったりとか、あとは、まあ、このような問題がありそうな名前、タグ、これ変更できなかったりしたので、はい、事例収集対象としました。JOSM の妥当性検証としては、まあ、ファイルのページ、ファイルからデータダウンロードを選択して、さっきのタスキングマネージャーで分割したこのメッシュごとに、はい、妥当性検証を行うということで、まあ、こちらで範囲を選択して、行いました。で、まあ、エラーが起きたり、結構したので、こちらは自分で修正せず、事例収集のみを行いました。はい、結果としては、まあ、こちらの1個目の、Java の動作環境、こちらは、解決した。で、2つ目も、妥当性検証の、エラー警告の修正までは終わりまして、で、3つ目の、事例収集も、事例収集終わって、リスト化が今、ちょっと、途中の段階で、今は、はい、こんな感じで ID は振って、まあ、エラー出る。で、場所はどこなのか、移動経路。で、これは、画像スクショですね。スクショを貼って、まあ、わかりやすくしています。ちょっと、こんな感じです。はい。ということで、まあ、妥当性検証時の注意点としては、まあ、安易に削除しないことが重要であるかなと思います。まあ、削除、対象は、まあ、保留したり、上級者の方に相談もしくは任せることが良いと。で、まあ、妥当性検証処理を行った時の具体的な対処法が曖昧ということで、まあ、エラー傾向に対する対処法っていうのをフローチャートとか、まあ、わかりやすく図化していこうかなと思ってます。はい。で、やってみて思ったのは、やっぱり結構雑にマッピングされている地域が多くて、まあ、妥当性、OSM の妥当性検証だけで80個とか、多いところで100個以上のエラー警告が出たりとか、するので、まあ、やっぱり事前準備として OSM の妥当性検証を行うという重要性を再確認しました。はい。今後の流れとしては、さっき、見てもらったリスト化を、行って、先生や飯田さんなど、上級者に見てもらって対処例を収集すると。で、対処例を収集してフローチャートを作成して、最終的に OSM 妥当性検証のマニュアル作成を、作ると。で、それを聞いたと OSM ウィキに投稿するという形になってます。こちらグラリコです。はい、以上です。ありがとうございました。まあ、そうだね。本当と、実際に、まあ、今年の本年度の大きな発表は、ちょっとこっちのマイクオンにして。よいしょ。こっちのマイクオンにして。そうそう、プラトンのインポート作業を一回、試しに東村山でどんな問題が出てくるのかやってみて、それが11月末ぐらい。10月末の11日、10月末にやって、11月いろいろこうどんな問題が起きたのかということをチェックして、で、まあ、大きな発見としては、そもそもプラトのデータをインポートした後に妥当性検証をすると、いろいろ出てくるんだけど、これってインポート前からあったんじゃねっていう、まあ、ことに我々が気づいてしまったというか、で、逆に言うとプラトのインポートする前に、OSM の既存のデータをきれいにしとかないと、やっぱりダメだよねっていう。ところで今回やってみたらやっぱり案の定汚かったねみたいなことが、まあ、新座市でやっぱり出てきたというところなので、まあ、プラトのインポートのプロセスって、まあ、いろんな意味でプラトのデータをインポートすることによって今までデータを入力してきた人の手入力してきた人のモチベーションを下げるとかっていろんなあのこうマイナスのイメージ一見もあるんだけど、でもインポートするぞって決めたその領域の既存のデータをよりきれいにすることも
やっぱりこの一連の作業の中に含まれるっていう意味では、実はプラトのデータのインポートって単なるインポートだけじゃなくて、日本全国の OSM のデータそのものをクリーニングしていく重要なプロセスになっていくなっていうのが、まあ本当にあの発見でもあり、やってかちゃんとやっていかないといけないところなので、あの 地味だけどすごい重要なプロセスかなというところです。あとはやっぱり案外エラー出なかったけど、ワーニングはやっぱすごい多かったっていうことでね。なので警告をどう、まあ、無視していい警告もあればちゃんと対処しないといけない警告もあって、そのあたりをどうしていったらいいのかっていうところで、まあ、マニュアル作るのと、多分あれだよね、あとは、OSMJP のスラックに、今はプログラミング用のチャンネルの中で細かくやり取りしてるけど、多分もう切り離してこの、妥当性検証も含めたプラトインポートの前作業とかを細かくやり取りするチャンネルを1個作って、まあ、林さんの飯田さんも含めて他多分手伝ってくれる人いっぱい集まってくると思うので、そこは今後やっていかないといけないかなというのは個人的に思っているところです。あのでもとりあえず今回リストアップしてくれたので、逆に言うと何をやるべきかってことが明確になるので、一回あの多分外の人はあのプラトのインポートって結局あの後どうなってんだって思われてるかもしれないけど、ようやくこれでこう全体の流れがカチッと固まるので、次の都市に進められるかなっていう感じです、はい、のでそうだな。あと Java はあれか、 Java 11 LTS の今の最新 の、そのものって Java 11の11が最後最新17が LTS、 17でも動く感じ、動かない、やっぱり11なんだ。おお、じゃあ最新の LTS でもダメかっていう形か。なるほど、それはちょっと厄介だね。 Mac はたまたま動いてたっていうか、あれ Java のバージョン確認してないけど、まあいいや、うん、なるほど、了解です。はい、お疲れさんでした。なんか他質問とか。はいはいはい、どうぞ。はい、じゃあ、はい、ああじゃあそのインポートする、その妥当性検証をするときにそのエラーが出たって言ってたんですけど、なんかどういうエラーの内訳はしましたか？エラーの内訳、ちょっとエラーはこんな感じ、結構重なった道路と上が同じ区間を2度含んでいるっていう、この2つが起こったんですね。どういうことでしたか？なんか僕がインポート作業をしたときに思ったのは、まあ、建物が直行化してないものがまあそれなりにあったなっていうところが1点と、まあ、重なった道路がエラーとして測れている場合、僕は2パターンあると思ってて、そのプラトのデータがおかしいのか、それとも OSM にある既存の道路自体がずれているのか、まあ、両方かっていうパターンがある中で、ここをどうやっていくかっていうところが難しいかなって思って、その例えば重なった道路で OSM にある既存のデータが間違っ、ま、OSM にある既存の道路情報が間違ってるのであれば、なんていうの、それってプラトー側のミスじゃないし、そのっていうところの判断がむずいんじゃないかなって思いました。その辺結局大体その地域でもともと OSM のデータを入力してた人ってそんなに多くない。だからその地域の、まあ、コアなマッパーの癖も結構、うん、それこそクライスマッピングみたいにそこで災害が起きちゃうといろんな人たちがそこに入ってくるから品質が相対的には悪くなる可能性がある、うん、でそのあたりはやっぱり地域によってのエラーの出方、その割合も含めて変わってくるんじゃないかな、うん、これってホットというかタスキングマネージャー妥当性検証するときってベースマップは何を使ってるんですか？ベースマップは特に何も使わないけど、単純に JOSM でその読み込んだその領域のオープスマップのデータの品質をチェックするだけなので、あースマップが影響しない、そういうことか、すでに入力されているデータだけで判断する。あ、なるほど、ありがとうございました。なので そこのあたりは、まあ、そう、どちらにせよ多分プラトは 100% じゃないというか、そう、プラトはそう 100% ではないけどかなり綺麗ではある。あと多分妥当性検証で出てこないむしろものは、さっき話してたあのやっぱり直行化してないデータも、それは妥当性検証の中では多分現れてこない、うん、それはそれでまたやった方がいい可能性は高い。やってて感じたら直角化してないからエラーが出ちゃう、結果が出ちゃうっていうのは結構、直角化でも出てる、エラー、そういうエラーが、あの直角化してなくて重なっちゃう、あ、ということで、ラフに入力されてるから、なるほどね。逆に言うとそういう形でエラーには直接的じゃないけど間接的にエラーとしては
検出できるっちゃできるのか。なるほど。っていう感じですね。なんか、外組寒くなったよね。ちょっと、中、こたつに行くか。いや、まあ、割と、ちょっとこたつに入る人は入って、周りに寒くて、うん。ちょっと、寒さに弱そうなメンバーと。あ、で、マシンは復活したの。やばい。ああ、なんか、パーツがたまに外ります。大丈夫そう。うん。じゃあ、まあ、ちょっと寒い人は、中でこたつでぬくぬくしながら。パソコンだけ充電ね、2年生は特に今日発表ないから、聞くだけだから特にぬくぬくでいいから。よし。じゃあちょっと移動しつつ。じゃあ次の順番の準備だけ。今は、渡るが終わったからソータか。はい。ソータが、マウスがバグってなければ。何俺充電がないんで。ああ、いいよいいよ。はい、え、いいっすか。いいよ。俺、今まだ 100% だから大丈夫です。はい、見えてまーす。ひなたん、ひなたで、そう、全然違う。そう、人数減ったから、そう、ひなたで。ごめん。いつ待ってだから。じゃあソータ準備ができれば、はい、ラーメン二郎三部作になってきた。いや、四部作だった。あれ？は去年やった。あ、まあそうかそうか。二年じゃあそういうことね。そうか二年目。ちょっと寒いけどこれはノンアル。全世界に放送される。はい、こっちマイクを。よし。はい。こんにちは。タイマーは大丈夫ですか。はい。学部4年の鈴木聡太です。ラーメン二郎マップの続きということで、題して、まあ、タイトルが、全国ラーメン二郎店舗及び神奈川県内二郎系ラーメン店舗位置情報分化の継続ということでやらせていただいています。で、イムラット形式で発表させていただきます。で、概要としましては、この研究は、2018年度の、フラ試験の卒業生である、渡辺優奈先輩の卒業論文の日本全国ラーメン二郎店舗位置情報オープン化の実践に、着想を得て、その後の与田先輩と去年の僕のゼミ論について4年目でやらせていただいてます。で、今年の内容としましては、日本全国のラーメン二郎店舗の位置情報またそのメタデータと神奈川県内の二郎系ラーメンの店舗情報をオープンストリートマップのデータオブストリートマップのデータ内に格納する作業をいたしました。で、2018年のとの渡辺先輩は、全国のラーメン二郎の店舗情報のマッピングを行ってくださいました。で、2021年度の卒業生である与田先輩は、そのデータの新しく更新と、タギングルールなどの統一を行ってくださいました。で、僕は去年のゼミ論では、県内の二郎系ラーメンのデータを OSM 内に格納するという作業を行わせていただきました。で、今年、メソッドとして、やり方はほぼ去年までと一緒なんですけど、まず、後でご紹介するんですけど、店舗、新しくオープンした店舗とか、閉業してしまった店舗のデータをまず入力していきます。で、全店舗の住所の入力、それからオープニングアワーズ、これは営業時間ですね。土日休みとかの情報もすべて入れて入力していきます。で、オープニングアワーズ COVID-19 っていうのは、これはコロナ禍が去年、おととしから始まって、それの、コロナ禍での営業時間
ていうのを入力させていただいてます。これは普通の営業時間と、まあ、その情報が2つあれば、どちらも入力していくという形です。で、続いて、アメニティ。まあ、そのラーメン二郎と二郎系の、まあ、ジャンルといいますか、ファストフードとして統一して入力しています。で、料理は、ラーメン二郎というタグを使って入れていってます。で、デリバリーとテイクアウト、こちらに関しては、ラーメン二郎に関してはないんですけれども、二郎系の店舗は、まれにコロナになってからテイクアウトとかやってる店舗がどんどん増えてきているので、それの有無を入力させていただいてます。で、ブランチには、二郎系ですとやっぱり、チェーン店みたいなのも何件かあるので、まあ、支店情報を入力しています。で、筆者が、私が現地調査を行うことできた店舗には、現地調査をしましたという証拠で、ソースイコールサーベイを入力、タグとして入力させていただいてます。で、リザルト、はい、リザルトなんですけれども、全国のラーメン二郎に関しては、去年の8月11日に、一橋学園店が新しくオープンして、全国42店舗、現在営業しているものですね、42店舗になりました。やばい、キーボードが、キーボード大丈夫か、やばい、やばい。で、続いて県内の、神奈川県内の二郎系ラーメンに関するデータなんですけども、これは昨年度比になってます。で、それぞれ横浜市、川崎市、その他県内というふうにまとめさせていただいて、合計で全部で4店舗併業して、新しく24店舗オープンしたので、ちょうど20店舗増えて、県内は全部で71店舗になりました。で、まあ、店舗情報に関するデータは GitHub のプロジェクトに、こちらのリンクにまとめさせていただいてます。で、ディスカッションとしましては、主に、まあ、ちょっと3点ありまして、まあ、タギングのルールなんですけれども、渡辺先輩が、クイジンイコールラーメン二郎のタグ、まあ、去年ちょっと渡辺先輩に直接お聞きした感じでは、感じというか、まあ、ラーメン二郎っていうタグはあくまでその料理にのジャンルをくくるものであって、ラーメン二郎本家自体を示すものではないので、二郎系とラーメン二郎問わずどちらにもそのクイジンイコールラーメン二郎のタグを使わせていただいてます。で、続いてなんですけども、オープニングアワーズに関するもので、コロナ前の通常の営業時間とコロナ後のやっぱ時短とかの際の営業時間と、さらにそれ最近だとちょっとコロナがまあ感染者はそんなに落ち着いたとは言えないんですけど、まだ違うまた新しい3つ目のこう営業時間っていうのができてきてて、それの入力をやっぱりちょっとややこしくなってきてるので、間違えないようにするのがちょっと苦労しました。で、続いて3点目としましては、先ほども少しお伝えしたテイクアウトに関することです。で、Uber Eats とか、出前館だったり、そういったところに対応している二郎系の店舗がありましたので、そちらの方、やってる店舗ですね、をまとめさせていただきました。で、最後、コンクルージョンなんですけれども、合計、まあ、全国のラーメン二郎と県内の二郎系店舗合わせて113店舗分のデータが、を入力させていただきました。で、先ほども述べたオープニングアワーズなんですけれども、ちょっと3種類新しく出てきてて、まあ、昔のコロナ前のデータとコロナ後のデータ2件とも入力されているんですけれども、新しいまた別の店営業時間に関しては、やっぱりまだコロナは続いてるっていうことがあるので、現在新しくなった営業時間に関しては、オープニングアワーズ COVID-19 のタグの方に、入力させていただくことにしました。で、ここがまだ見づらいっていうのがちょっと
まあなんか直せる部分があるんじゃないかなって、課題かなってちょっと思っています。で続いて最後に素早いデータ反映ってあるんですけれども、こちらやっぱテイクアウトとかのだんだんやっぱ店舗で営業してるだけだとコロナの影響もあってなかなか売り上げが伸び悩んでるので、テイクアウトをする二郎系の店舗が増えてきているので、そういったテイクアウトを始めた、新しく始めた店舗の始めましたっていう情報をどれだけ素早く反映できるかなっていうのがまだ課題残るところではあります。でこちらがまあちょっともうちょっと書き足すんですけれども、グラレコになって、ああやばいやばいグラレコになって、ああやばい本当にああやばいちょっとバグってますグラレコです。で、参考文献とメディウム、GitHub のレポジトリまとめさせていただきました。で、まあ、最後に皆さんお伝えしたいんだけど、ですけど、ジローはいいぞということで、もし、まあ、ちょっと誰かがまた受け継いでくれればいいなと、こっそり願ってます。以上で終わらせていただきます。ソータのマシンが心配な感じだけど、大丈夫か。そうかな。あ、それ使ってくる。最強だ。今とはその辺バーナル。そうだね。ご飯大丈夫。なので細かいところっていろいろ確認すると、ラーメン二郎とラーメン二郎系はクイジーンでいうと、まあラーメンっていうタグとあとは二郎というのをまあ併記するような形のタグになっているのは、ラーメン二郎だけではなくて二郎系も含めたあれはクイジーンであるというのジャンルであって、ね、逆に言うとオフィシャルのラーメン二郎とそうじゃないものを区別するのはブランドとして入れてる。ブランチで、あれしてんだよね。アメニティはファストフード。なるほど。そこはブランドだな、多分。そこをちゃんとやらないと、やっぱり要望としては、オフィシャルのね、二郎の、二郎と二郎系と区別するっていうところが重要。なるので、で、前回の与田がやったのが、ウィキデータと紐付けるっていうことがメインだったんだけど、そのウィキデータの紐付け先って、二郎系じゃあ、二郎、ラーメン二郎のウィキデータの項目に対してリンクを貼ってたから、多分そのリンクが貼られてるものは、オフィシャルの二郎系であるとは言えなくはないけど、でもやっぱり OSM 側に、ちゃんとラーメン二郎のオフィシャルなのか、単なる二郎系なのかっていうことを区別できるようにするには、やっぱりブランドをきちんと。与えておくっていうのは最後それだけはちゃんとやっとかないとダメかなっていう感じだね。で、結構ブランドのリストをもう整理されているページがあるので、ちょっとそこにラーメン二郎それちょっとチャットにスラックの方に貼っとくけど、このブランドのページをちょっとよく見て、そこでラーメン二郎は、よし、ちょっとじゃあ画面共有もらっちゃおうかな。画面共有を、よし。これ今、OSM のブランドのタグのところで、まあ、特定のその有名なブランドに関しての扱い方。で、どっかにリストがあったはず。日本のブランドのリストどこだっけ？自分で。リスト。
煙。目の前で火が起こされて。俺、ブランドのリストの一覧が。ちょっとパッと出てこないな。大丈夫です。俺は大丈夫です。後で送ります。いずれにしても、セブンイレブンとか吉野家とかっていうブランドを整理されてる。はいはい。そこにラーメン二郎確かなかった気がするんだけど、そこに加えてしまって。あ、見えた。あ、これ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 。うん、これこれ。あった。うん。あ、追加した。なるほど。うん。うんうん。データ。うんうん。やっぱり、親会社、他のブランドだったら、ラーメン二郎って、のれん分け。そうだよ、のれん分けだよ。ここのオペレーターに入れる名前をどうしたらいい？多分、厳密に言うとそのオーナーさん個人名なんだよね、正確に言うと。ただそれを まとめて言うと、ラーメン二郎だろうなと。まあ、うん、だからそれはなんか株式会社ラーメン二郎があるわけではなくて、それぞれが個人事業主として、で同じ、ただのれんは分けられてるから、お店の名前としてのブランドは一緒っていう、そういう意味ではこの場合は、ラーメン二郎でいいんじゃないかなと思うな。うん。はい。というか、まさにそれ、これです。はい。なので、これで、ブランドをちゃんと統一してもらえれば、それでオフィシャルとオフィシャルじゃない二郎系が区別できるので、それで完成にしましょう。わかりました。OK です。はい。ありがとうございます。はい。他何か質問が、Facebook からも、画面共有がラーメン共有、そうそう、ちょっと発音を、はい、大丈夫です。はい、特に質問なさそうですね。はい、お疲れさんでした。はい、大事は、そう、うちのゼミの最大のデメリットは、美味しいものを食べ過ぎて太るっていう最大のデメリットがあるんですけど、太んなかった。あ、よかった。じゃあ次行きますか。はい、寒かったら、はい、今火も起こしてくれたんで、火の近くに来るか。あったかいね、やっぱちょっと俺も。まだ閉めてる？まだなんだ。よし、次はじゃあ太陽。はい、こたつの中からいます。よし、顔は見えてる。声がまだ聞こえてないか。え、聞こえてないですか。おい、OK です。OK です。はい、じゃあ画面共有。はい。見えてますか。はい、見えてまーす。ありがとうございます。はい。じゃあ行きまーす。3、2、1、スタート。はい、3年の小沢太夫です。テーマは別次元におけるコミュニケーション変化についてです。よろしくお願いします。はい、概要なんですけど、別次元によってコミュニケーション変化はどう変わるのかってことについて、研究していきます。下に書いてあるんですけど、なんかトレンドになってるメタバースっていうワードがあると思うんですけど、もともとあんまり関心なくて、で、中間発表で言ったんですけど、インターン先でオービスっていう、なんかコミュニケーション、なんかちょっとメタバース的なサービスを使って、すごくなんか思ったよりも、そういうものを利用するとコミュニケーション取りやすくて、もしかしたらなんか私生活とか仕事が大きく変わる可能性があるのかなっていうことで、ちょっと、メタバース自体っていうよりも、なんか別次元のコミュニケーションに対してちょっと自分の中で興味が湧いたので、単なる通話だとか動画による、Zoom とかと違って、
別次元のアバターとかを使ったコミュニケーションっていうのはどういうふうに変化するのかなってことについて研究します。3年時に行ったことについてなんですけど、3年時あんま時間なかったので、まずは、研究を行う土台作りということに割り切って、どんなデータを収集するか、で、どのサービスを利用するかということに、を、まず土台を作って、4年次で、そのデータ集めだとか、それについての分析を行っていきたいというふうに思っています。で、1の、どのデータに収集するかについては、前回の中間の中間ですかね。で、先生に言ってもらった通り、論文とかっていうのが、絶対あるだろうから、そこも探しなっていうところで、論文探しました。あんまり思ったほどなかったんですけど、1個いいのを見つけたので、それを後で紹介します。で、どのサービスを利用するかに関してなんですけど、本当にメタバースっていう、ワードで調べるとすごくたくさんあったので、その中から、結構いろいろ試して、3ついいのが見つかったので、それについて紹介します。まず1、どのデータを収集するかに関してなんですけど、まず左側が、定数的なもので、まあ、1人当たりの発言時間だとか、コミュニケーション、笑った回数、だとか、あとは意味のない会話っていうのが結構、コミュニケーションにおいては、まあ、仕事だが私生活どちらに対しても大事なことが、あると思うので、そういったものも回数として数えたいと思っています。で、右側が結構論文に書かれていて、これ確かにいいかもなと思った内容が、まあ、会話が弾んだかだとか、会話長く感じたかっていうところの体感、これがちょっと定数的な部分があんまりなくて、まあ、自分的にはそれ大丈夫かなと思ったんですけど、確かにここの、もっと話したいかとか、自分が話したいことを十分話したかっていうところは、自分が結構この研究を、して知りたいところでもあったので、これについてもちょっと、データを集めていきたいというふうに考えています。次に、あ、これ文字間違ってますね。どのアプリを使う、サービスを使うかってことについて、一応今3つのサービスが候補として上がっています。それぞれ紹介していきます。1個目、ロブロックスって言って、なんかこういうワールドで、これ今自分の世界を作れるもので、これなんかすごい家が動いちゃってるんですけど、こういうふうに自分でカスタマイズできるようなものになってます。で、特徴としては自分で世界を生成できるんですけど、基本的にチャット機能しかなくて、これでコミュニケーションを取るとすると、まあ、ディスコードとかを使う必要があるのかなっていうふうに考えています。一方ですごくクリエイティブ要素が多いので、例えば感情表現だとかっていうこともすごくしやすいのかなっていうふうに思っています。次に、フォートナイトですね。これ結構ゲームアプリとして有名だと思うんですけど、結構、世界を作るっていうこともしやすくて、何より、まあ、ゲームなので操作性がすごく抜群で、通話との、相性もいいので、すごく感情表現がしやすいんじゃないかなというふうに思いました。ただ、自分勘違いしたのは、あ、スマホでできると思ってたんですけど、スマホ多分今ないらしくて、で自分は、たまたま PS4 持ってたんで、PS4 でやったんですけど、あと PC でもできると思うんですけど、そうするとちょっと、デバイスとしてアクセスできるのが限られるので、要検討かなというふうに考えています。で次に、ゼペットです。こんな感じで、なんかこれはスマホでアクセスできるやつなんですけど、ちょっとこのドア開かなかったですね。なんか自分で、まあ、アバターを作って話ができるっていうようなものになってます。で特徴としては、スマホでできてアクセスがすごくしやすいっていうのと、あと自分の部屋が、作ることが、できて、ちゃんとなんかその部屋の中のなんか、いろいろ置物だとかっていうものが変えるのがすごくいいなと思いました。例えばフランス研究室の今の、状態を再現することも可能かなと思っていて、まあ、机だとかPC を中心に置いて、あとはこの右上に見えてる段ボールをたくさん置けば、フラッシュ研究室っぽくなるかなというふうに思っています。なので、今のところ、ゼペットすごくいいかなというふうに思っています。で、まとめとしては、やっぱり、数値を軸にした、なんていうんですかね、項目をデータとして集めて、それをもとに分析していくことが重要かなというふうに考えています。2つ目としては、
まだ確定ではないんですけど、やっぱり使った中ではジェペットが一番アクセスしやすくて、あとは、自分の理想的な部屋を一番近いものを作れるかなというふうに思っていたので、ちょっとこれからフラッシュ研究室内っていうのを再現できるようにちょっとずつ作っていこうかなというふうに考えています。以上です。論文紹介は何ですか？論文紹介って結局、あ、論文紹介はこの右側ですね。まず、そもそも誰のどの論文かが書いてないと全く論文紹介になってないっていう。あ、すみません、それは、GitHub に入ってます。まずこのスライドにちゃんと、あ、ごめんなさい、このまず論文の引用っていうことをちゃんとやると、これ誰が何言ってるのかが全くわからないっていうところが一つ目。あと論文紹介って基本的にはその論文が何を目指していてどういうアプローチでっていう、まあ井村さんで井村さんで書いてる、井村さんで書いてることを説明するっていうのは論文紹介であって、なので、これは今、論文紹介ではないっていう、残念ながら。なので、そこをきちんと論文紹介する。で、あと、やっぱり自分がやりたいことが何なのかっていうことが、まだそれを探しながらだとは思うんだけど、明確にしないと、やっぱり話がまとまらないっていうところ。ただ単なる3つのメタバースのアプリを紹介しただけで終わっちゃうっていうのは、すごくもったいない感じになります。なので、論文紹介、まず見つけた論文をきちんと紹介するっていう論文紹介の仕方そのものをもっと工夫するというか、ちゃんと論文紹介をする。誰がいつ書いた論文で、もともと目的は何で、で、イムラット形式でちゃんとその論文を語れるかどうかってことが大事です。で、俳優がやりたいことって結局、自分にとってというか、まあ一般的な人にとってなのかはまあ置いといても、より良いメタバースとは何かっていうことを追求するための定量的な指標を求めたいっていう理解であってる？そうですね、なんか軸としてはそれで間違いなくて、一方でその単に自分が今のこの映ってる自分として表現するのと、別のアバターとして自分は映らずに表現するっていうことの違いについて興味があるっていう形なので、そこについても知りたい。違いというのは多分あるだろうけど、違いをもとに何を求めたいかっていう、違いを知ることができればいい。何のためにその違いが知りたいかっていう、そこの根本的な目的の設定がまだないとあやふやになるっていう感じかな。はい。で、あともう一つ、その定量的なアプローチをすることがうちの研究室の、まあ、一つの重要なアプローチなので、まあ、その試行錯誤をしていくという、まあ、ステップはありだとしたときに、やっぱりこの定量的な数字をどうやって求めるかって、このテクニカルな問題に多分ぶつかるとすると、やっぱりそれをどうやって計測するのかっていうことは、各メタデータとメタバースの、まあ、プラットフォームの API の仕様なり、もしくは本当に人力で自分が全部計測していくのかっていう、力技でやるのか、で別にどっちでもいいんだけど、多分前者の方が、まあ、クレバーなやり方だと思うけども、それぞれのメタバースの、まあ、API なり、その定量的な、まあ、算出の仕方がどこまで自動化できるかどうかっていうところは結構注意してやらないと、結局やりたいことはあるんだけど実現できませんでしたで終わっちゃう可能性が非常に高い。そのあたりも含めたこうパラメータ、定量的な指標をどう設計していくのかっていうところを、まあ、ある程度戦略的にやらないと、多分あっという間にまた次の1年が過ぎちゃうかなという形です。はい。で、ヒントだけ出すと、この後多分、いぶきが発表すると思うけど、いぶきが、相模原キャンパスの、3D モデルをほぼ完成させるはずで、そのデータをどう使うかっていうのは人それぞれで、まあ、公開しているので、自由に使っていいよっていう中に、そのイブキが作ってくれた 3D の相模原キャンパスを俺はメタバース空間に持ってきたいと思っていて、まあ、それをやりたいなと思っているので、もしまあプラットフォームいろいろ考えている中で、やっぱりそのメタバースの空間を評価するといった時の、まあ、一つのデータセットとして、まあ、イブキの作ったデータは、まあ、この研究の次の延長線には役に立つ可能性はあるかなと思っています。はい、なので、まあ、そのあたりも含めて、やっぱり実際に手を動かさないと、やっぱり面白くないというか、うちの研究室的じゃないので、今の3年生の状態では調べましたで、まあ、なんとかいけるかだって感じだけど、やっぱりそこにどう手を動かしていって、実際にアウトプットをきちんと出すかっていうところを、残り1年しっかりやればいいんじゃないかなと思ってます。はい、ありがとうございます。はい。
じゃあ次行きますか。だんだん上がってきつつ、次ははるか。被害も火が、あれちょっと消えかけた。うわー煙が。あいた、はるか目の前にいた。はい。じゃあちょっとこっちミュートします。交代希望らしい。あ、言います？うん。ももちゃんいける。あ、聞こえてるかな、これ。ああ、うららに答えてほしい。あ、私ですか？うん、あ、大丈夫ですよ。はいはい、あれ？いや、うららじゃなく、あれ？ちょっと順番、はるか、え？あ、はるかさんが、はるかさんが動かないので、うららさん、お願いします。あ、わかりました。じゃあ、私からで。はい。少々お待ちくださいね。はい、見えてます。あ、今日ここじゃないよ。はい、くれました。ちょっと違いました。あ、これだ。あ、では私がやります。はい。まあ、3、2、多分。はい、こんにちは。地球社会共生学部4年の長島うららです。私の卒論テーマはワークショップ用上学者開発として進めていきたいと思います。はい、まず私の論文は昨年度のガチャガチャ政策に引き続きということでやっていきました。で、今年度は新たに年齢層を設定せず制作することとします。で、ジオガチャのジオガチャっていう言葉については、現在まで先行研究というのが存在しておりませんので、ちょっと正しい定義がありません。ですので、私の論文では土地の名産とか名所などの限定されたテーマにちなんだカプセル自動販売機ミニ玩具のことをジオガチャと定義してやっていきました。で、まず最初に先行開発としてですね、地図記号を使用したグッズを調査いたしました。フラッシュ研究室といえばやっぱり地図ということで、何か地図にちなんだものができないかなと思いまして、前輪さんが作っているちょっとグッズであったりとか、あとガチャガチャですと後ろのが開発しているちょっと玉球地図記号キーホルダーっていうのがありまして、アクリルのキーホルダーに印刷されている地図記号のガチャガチャが存在していました。はい、で値段が300円ほどで、このラインナップが結構種類が多くて、こんな12種類なんですけれども、ちょっと私は 3D プリンターでこう何か印刷して自分で作れるものがいいかなと思いまして、 3D プリンターですとやっぱり線と線がつながっていないとなかなかちょっと印刷グッズ化するのが難しいのではないかなと思って、例えばこの果樹園のと、キーホルダーだったらちょっとここの部分が離れているとか、畑だったらちょっとここの記号と記号の間が離れているっていうのがちょっと表現が難しいんではないかなと
思って、私なりにちょっとラインナップを自分で好きな地図記号を選んで作成することとしました。あ、これではない。で、方法といたしましては、モデリング、ブレンダーを使用してモデリングをして、で、自宅にある 3D プリンターで印刷して、プリンターはフラッシュ方式です。で、カプセルトイ本体に差し込むポップを作成しました。使用したアプリは、パワーポイントです。はい。で、こちらが本のフィギュアですね。あ、本じゃない、図書館です。図書館のフィギュアを制作して、これが、裁判所。これが、工場。これが、郵便局。で、これ、ほとんど、完全に土台は全く同じものを使用しておりまして、どうにかこう、うまく記号になるように、線と線がつながっている記号を選んで作成してきました。で、こちらが一番出来のいい、博物館。で、温泉。温泉だけは、本来の記号ですと、ここの下の部分がつながっていないんですけれども、どうしてもちょっと温泉の記号が可愛くて、作りたくて、つなげて、ちょっと作成してみました。で、これが、重要校かな？重要校。で、これは地方校。という形で、ブレンダーを使用して作成しました。で、結果として、まあ、こんな風に印刷して完成しました。一つの記号あたり、約32分ほどで制作が可能で、もう印刷のボタンを押してしまえば、この状態で完成するという感じですね。で、これは、ガチャガチャに差し込むポップを制作しました。使用したのがパワーポイントです。個人で、まあ、ガチャガチャはこの状態、白い状態で出てくるんですけれども、ちょっと自分の好きな色に塗って飾ってもいいんだな、いいよという感じで、ちょっとガチャガチャのポップ風に制作しました。で、実際にこの間研究室に行ってきて、ちょっとガチャガチャに、貼ってみたんですけど、こんな感じでフィギュアのガチャガチャができました。で、勝手に先生のガチャガチャにフラッシュラボのシールを自分で作って貼り付けました。はい。という感じです。で、おまけなんですけれども、ちょっと青学の公式マスコットキャラクター、証明写真風イーゴくんのガチャガチャも作りました。これがポップです。こんな感じで自分で学生課に足を運んで撮影して背景透過させて証明写真風に作成して、これが別のバージョンですね。作りました。まあこれは今後の研究室ゼミ生に向けてでもあるんですけれども、まあ、これからもしこういうものづくりとかグッズを作成する際にはちょっと大学とかのマスコットキャラクターを使用する場合には著作権がどこにあるのかということを必ず確認してで、まあ、学校のキャラクターということでもちろん名前大学の名前が出るわけですのでちょっとイーゴ君の肖像権が結構厳しいから許可がなかなか下せないということで、自分の家でちゃんとこう資料を作成して、撮影許可証みたいのを作っていただいて、まあ、商用利用なしで、今回は卒論制作の範囲にとどめて配布はしないということを、まあ、誓って作成させていただきました。で、フラッシュ研究室が CC BY 4.0 のライセンスを適用しているので、ちょっとこういうライセンスが厳しいようなものはちょっとゼミの中で作るのはあんまりこう、まあ、そんなにおすすめはしないかなということです。で、まあ、学校のキャラクターが厳しいライセンスということなので逆にかこう、まあ、ギンニャンとか非公式キャラクターだったらいいんじゃないかなというアドバイスの声もいただきました。で、まあ、実際にこれも勝手にシールを作成して作ってみたんですけど
まあ、いつか、まあ、英語は難しいかもしれないですけど、オープンキャンパスとかで、こういうなんかステッカーとか作成できたらいいなという期待を込めて作りました。はい。今回 3D データを作成する際に、いかに大量生産が簡単に可能であるかということが重要でした。一つのフィギュアを作成するのにかかった時間も、まあ、結構かかっちゃうんですけれども、一度に楽に作れるということで作ってまいりました。で、そうですね、自分たちで作成するので、ちょっと最小限の手間と時間を考えて作ることが重要でした。ライセンスを意識しつつ、まあ、どのようなジャンルのワークショップなのか、例えばドローンのワークショップだったらドローンに関するガチャガチャとかいうのを事前に調べて制作時間をちゃんと設けることが重要だと思いました。オープンキャンパスなどで配布する場合には事前に学生生活科の方と、まあ、提案と許可を取りに行くのが必ず必要であると思っております。これがグラレコです。はい、卒論用の GitHub レポジトリと最高文献リストとメディウムはこちらにございますので、お手すきでご覧ください。はい、以上です。ありがとうございました。はい。タイからつないで。はい。まあ、メインは地図記号ガチャ。はい。はい、完全に地図記号ガチャメインです。いう感じで、はい、そうだ、やっぱりね、大量生産だよね。そこの部分をどうするのかっていうところの中で、はい、まあ、30分は短い方だから、はい、まあ、こう現実的な意味でもありかなっていうのと、なんか逆に地図記号として、はい、今回、6パターン、はい、他もやろうと思ったけどできなかったというか、その辺なんか次のターゲットとかって何か考えてですね、実はこのデータ自体はこの印刷してない重要項とかここの工場とかもあるんですけど、ちょっとどうしても印刷がうまくいかなくて、印刷方法が悪いですね。ちょっと 3D プリンターのいわゆる積層していくやり方の中で、はい、その積層にこう合う記号と、はい、なかなか難易度のさっきの音声のマークじゃないけど、うん、はい、しないと解決しないものとが多分あって、はい、じゃあ積層しやすいものって他どれかみたいなパターンがある、はい、出てくると他の拡張しやすいのかな、はい、例えば、ね、自然災害伝承碑なんか、うん、うちのゼミにはすごく近しい、まあ、データ、はい、あの記号なんだけど、あれは多分すごく形だと思うんだけど、うん、まあ、そのあたりをリストアップすると多分次につながっていくのかなっていう。あ、わかりました。3D プリンターに最適な地図記号はどれかっていう目線で地図記号はほとんどいないと思うので、そうですね、まあ、この、うん、その辺をこのと、ね、図書館のマークとかもやっぱり、はい、そうなかなか指示材の配置の仕方とかも含めて、うんうん、大量生産しやすいもので、しかも 3D プリンターで出力したときに、まあ、ある意味、うん、安定して生成できるものってどれかっていったところの目線って、うんうん、こう 3D プリンターやったことがある人じゃないとわからない目線なので、はい、この辺はこう工夫の、まあ、余地があるというか、これを発展していく可能性があるとすると、やっぱり難易度の低いものからやっていくのが一番いいので、うんうんうん、っていうところかな。なのでなんか、はい、これもいいんじゃないのみたいなことがある程度、はい、次の課題として、このその次、例えばね、下の世代のゼミ生が、うん、まあ、はい、うらら先輩の後継いでもっと拡張させますみたいなのがあったときに、この辺やったらいいんじゃないの、はい、みたいなところをヒントとしてつなげて、うん、次の課題として載せておくといいんじゃないかなと思います。はい、わかりました。うん、では、GitHub に考えて追加しておきます。はい。あとはまあ、あれだよね、イーゴ君はまあおまけって形だけど、そう、ライセンス、はい。やつはね、やっぱり結局使い勝手が、そうなんですよね。そこはせっかく、まあ、オープンキャンパスぐらいだったら多分許されると思うから、はい、無駄ではないにしてもね、やっぱりそこを緩くもっとオープンに使いやすいキャラクターっていうものの存在って大事だよねっていうのが、うん、まあ
社会人になる一歩手前でそういうことを経験するといい、いいかなというふうに思います。はい、のでちなみにこの証明写真何に使ったらいいのっていうのはさっきソータと話してて、あ、これはですね、この手帳とかに貼ってください。先生にもあのプレゼントしますので。ありがとう。はい、使いっていうのはそう、あの面白かった。はい、使い道だけなかなかひらめかなかった。もう iPhone とかも好きなところに貼ってください。なので、まあ、これちょっと雑談分雑談だけど、はい、さっきも話したけど、あのうちのゼミとしてプラトーの、あのプラトーアワードのファイナリストに選ばれたので、はい、現地に行くときにちょっとこうプラトーガチャを作っていくと面白いかな。うん、確かに。だとし単純に、はい、ありました。まあ、お土産的にやり取りするときにこうプラトーネタもありかなっていう。まあ、それはちょっと後でまた。はい。はい。はい、お疲れさんでした。ありがとうございました。学生からも質問とか特に大丈夫か。Facebook からも。台座と別、あ、なるほど。ね、3D プリンターで出力するとき、はい、台座は台座で大量生産しておいて、はい、こう差し込むような形なのかな。多分その、あの、はい、金属の方を分けて出力すれば、ね、平らに向きを、うん、合わせられるから、それは確か、はい、まあ、やり方次第では、そうですね、小島さんが台座とその本、ここに穴開けてですよね。別にやるっていう選択肢もあるんじゃないかっていうアドバイスがありました。はい、それもちょっと最後もう完全に終わった後に、いやーちょっと工場とか作りたかったからそうすればよかったなと後悔してて、あのこの例えば郵便局とかだったらこれだけで作れてしまうのでもういいかなと思ったんですけれども、こうやってどうしてもちょっと作れないものは台座だけ作って、まあ、穴開けねるなりなんなりして、まあ、工夫することが必要だったなと後悔してます。っていう、はい、OK です。はい。はい。ありがとうございました。お疲れです。お疲れ様です。じゃあ次は、はるかは復活できるのかな？はるかはマシン充電できたのか。はい。はい。はい、はい、じゃあ、行きますか。はい。はい。はい。見てます。はい。はい。行きます。3、2、1、スタート。私は、お助けグラレコというグラレコ補助アプリのアップデートをしました。これも、今まで、一回アップデートがされていて、最初川島さんが作って、その後カホールちゃんが作って、3回目のアップデートになります。で、これ、今映ってるのが2回目の V2 になります。V2 の、状態のまま、ユーザーインタビューみたいなものを行って、で、使い方が結構よく、直感的には分からないっていう意見をざっくりもらって、あとは、なんか今の表記だと、アプリ上で、グラレコができるんじゃないかっていう誤認があったので、それもなくせればなと思ったのと、あと、そもそものグラレコ実践時の課題を洗い出すのが必要だなと思ったので、それがざっくり言うと、ノウハウをインプットするステップと、どうインプットするかっていうところで課題があって、まあ、あの、グラレコの教科書的な本はどんどん増えてきてはいるんですけど、まだまだ、あの、結構やりやすい方法は見つかっていない状態だなと思っていて、いろんな知見がこれからも増えていく状態っていうのと、あとは実例をたくさん見ることが大事だと思うんですけど、それがまとまってるサイトとかはなくて、自力でツイッターとかで探すしかないので、それがまとまってる状態だと
実践に役立つなと思ったので、今回の目的としては、素材関連記事や素材実例のストックと閲覧がやりやすい状態を目指しました。で、作り方としては、V1、V2 を踏襲して、グライドというツールを使って、Google スプレッドシートを活用して作りました。実際の画面がこんな感じです。ちょっと重いのでやめます。はい。完成したものをまずは触ってみてもらえたらなと思っています。推奨環境はスマートフォンで、ブラウザはサファリか、クローム。一番多分、グライドが推奨しているのはサファリなんですけど、私はクロームで動作確認して問題なかったので、ありがとうございます。はい。はい、進めます。で、使い方はぜひ皆さんも書いたやつとか追加してみてほしいなと思っているので、まあ今でも後ででも良いので、ぜひ書いたグラレコを追加してほしいなと思っています。で、タブは、以前は5つほど、テンプレートっていうタブと、あとチャットっていうタブを削除して3つに減らしました。で、その3つのタブが、グラレコノウハウっていう1つ目のタブで、これは記事集約をここで行うイメージです。右上のプラスマークから、自分が見つけた記事とか自分が書いた記事を追加してまとめておけます。はい。で、今までの V2 までは、ここに画像を1枚ずつ入れて、スライドの1枚1枚を画像化して、追加して見られるようにしてくれていたんですが、それは追加が結構大変なので、今回は、画像1枚、アイキャッチ画像とかを保存して、記事の URL を保存する形でも、十分な、追加ができるようになりました。私も2本記事を書いてアップデートしたので、よかったら見てください。で、もう一つのタブが、みんなのイラストやタブになります。真ん中のタブです。これは、みんなで作るイラスト屋みたいなイメージで、グラレコに活用しても OK なイラストがたくさん載っているページになります。で、これもプラスマークから自分で作ったものを追加できます。で、三つ目の一番右のタブが、みんなのグラレコタブになります。これは自分が書いたものとか、ネット上に上がっているものを追加できるようにしています。意識したところとしては、アップデートのしやすさと閲覧のしやすさです。アップデートしたものは Google スプレッドシートにもまとめられています。なんかさっきのゼミの画像アップする LINE ボットとかと連携できたら、ね、良さそうだなとか勝手に思ってました。あとは活用のイメージとしては研究室の課題提出をアプリ上で行って確認するようにするサイクルとかができると、毎年確実に溜まっていっていいんじゃないかなと思っています。と課題としては、今、みんなのグラレコタブも、みんなのイラストやタブも、カテゴリーを一応設けてはいるんですけれども、人によって、その追加のカテゴリーの名前がバラバラで、うまくソートがかけられないので、その部分をどう改善していくかっていうのと、あとは基本的に一番下に追加されていく仕様になっているので、閲覧した時に最新のものが一番上に来る状態にできるといいなとは思ってるんですけど、それがまだで
できていないっていうのが現状の課題です。はい、以上です。はい、なるほど。そうか、今までと大きく違うのはやっぱり自分たちで追加できるようになったってことね。今までもできたんですけど、イラストとかはちょっとやりづらかったっていう。そうかそうか、あんまり確かにそこ意識してなかったな。そうだね。だからそのまあ基本的に手法なりなんなりこうグラレコを書くっていうのが割とうちのゼミの中では定数としてデフォルトになってるから、そこの書いたグラレコをまあメディウムにアップする1個前なのか、自分で書いて、そうだよね、二度手間にはなるけど、でもそれをルール化しちゃえばいいって感じか。そうですね、グラレコのチェックはここで行うとか、うん、そのあたりでちょっと考えてみようかな。なるほど、 OK です。あとそうだな、そのさっきの前半の話だけど、まあ、確かにここでグラレコ、このアプリでグラレコ書けるのかっていう誤解があるっていうのは、まあ、当たり前だと思ってたけど、こうノウハウツールなんだよっていうことがちゃんと分かるようになっているって意味で、今下のこうタブが3種類 の、 その一番左側のグラレコノウハウっていうのを、明示的にしたっていうところは、なるほどっていう感じかな。あと、そうだね、この辺って逆にこうはるかの周りの人とかでグラレコのプロの人たちはその最新版の修正版を見てもらったりはしてる。まだ共有した人もいるんですけど返答はまだないみたいな感じ。あ、なるほど。なんか最終的にちょっとプロの人たちからこうするといいよみたいな最後のフィードバックもらえるとよりいいかなっていう。はい、そうです。でも、これのスプレッドシートってあれ研究室の Google ドライブの中に入ってるんだっけ？入ってると思います。ちょっと確認しておきます。最後、後で権利関係、アクセス権限のところも含めた部分をちょっと確認して、ちゃんとはるかが卒業した後でもこれがメンテできるような形をもう一回、毎回多分 Google スプレッドシートの、まあ、いいところでも悪いところでもあって。一生懸命作ったけど、実は自分の個人アカウントに紐付けられてて、他の人に引き継ぎしにくいっていうことが、ちょっとその辺だけ後で確認します。はい。はい、OK です。他質問あるか。あった人、はい、OK です。お疲れさんでした。はい。で、これでうららも終わって、あと2人か。夏みでいぶき。じゃあ先に夏み。はい。声は聞こえてる。聞こえますか？ちょっと。画面は。画面見えました？見えてます。OK です。はい。はい、じゃあ行きまーす。3、2、1、スタート。はい、古橋ゼミ4年の芳賀夏実です。私はポケモン GO の GO スナップショットにおける AR 空間の、機能拡大の実践と提案というふうに題してやりました。中間発表の時とかは、このプラット LOD2 建物データの OSM 用のコンバーター開発をやりますというふうに言ってたと思うので、多分そこから見ると、だいぶ急ハンドルというか、変わったように見えるかもしれないんですけど、そのメインのプラットの LOD2 のデータ使うっていうのは変わらずで、で、なんで変えたかっていうと、そのコンバーター開発って、私ちょうど Java やり始めたので、まあ、タイミングいいかなとか思ったんですけど、ちょっとあまりにちょっとやっぱ難しいというのと、あと自分がもっと好きな写真とかっていうテーマ取り入れたくて、それで Go スナップショットにしました。はい、背景はそんなところです。で、ポケモン GO の説明から簡単に、もう古橋ゼミだと本当におなじみだと思うんですけど、まあ、ナイアンティックとポケモンがタッグを組んで開発されたゲームアプリで、位置情報を活用して、
現実世界そのものを舞台としてプレイするゲームです。2016年から、配信が開始されていて、いろんな機能があってバトルしたりポケモン育てたりっていう中で、ゴーストアップショットっていうのは同ゲーム内で現実の風景と合わせてお気に入り そのポケモンの AR 写真を撮ることができる機能で、今の現状だと捕まえたポケモンとか相棒と触れ合ってる様子が撮影できるんですけど、私が結構ポケモン GO やるときにこの機能が好きで結構使ってるんですけど、やっぱそれでもまだなんか写真撮れるけどやれること少ないなっていうふうに思ってて、なんか今回あの機能拡大できるかなって、 LOD2 使ってできるかなって思ってこの内容になりました。ということで本研究ではポケモン GO の GO スナップショットにおける AR 空間のマテリアル拡大、拡充と自由性、遊びを向上するためにこのデータを利用してキャラクターが近づいたりとか触れた時にその特定の建物がキャラクターを連想させるカラーに変わる機能っていうのを、実践と提案を行いたいと思います。で、建物データのデザインはブレンダーと Adobe イラストレーターを主に使ってます。でメソッドなんですけど、大きく3つに分けていて、材料の準備と組み立てと、あとコラージュということにしてます。でまずメソッドなんですけど、まあ、材料とか要素の準備ということで、シティ GML、プラトのデータを、持ってきて、今回私は渋谷の、パルコあたりを取ってきました。で、これをまずはブレンダーに、インポートします。で、それをした画面がこうですね。で、ここまで来て、下準備が完成という感じです。で、そしたら次は、対象のポケモン、今回はまあ有名なピカチュウにして、でまず Adobe カラーでカラーコード抽出して、まあ、いくつか出たので、その中でもまあ一番連想させるなっていう、2色選びました。で、それを今度はカスタムしていきます。で、さっき入れたブレンダーで、この今、右側に見えてる建物が渋谷のパルコなんですけど、それ以降取り出して、そこにテクスチャーペインティングで、まずベースの、カラー引いて、で、その上に、筆でちょっと描いていくっていう形で、ちょっと尻尾あたりのところを表現しようかなって思いました。で、実際描いてみると、その建物の形が複雑で、しかも屋根までちゃんとある。データなのであんまり綺麗にいかなくて、ちょっと見た人からちょっと気持ち悪いっていう風にちょっと不評でなんかあんまりうまくいかなくて、見方によってはかっこいいかなって思うんですけど、ちょっとそこは検討要検討って感じですね。でもなんかそのマーブルな感じっていう風にちょっと見ていてもらえればいいかなと思います。はい。でこれが建物の他のところも、テクスチャーも、戻して入れ込んだものなんですけど、パッと見ただけでそこに印象的にあるのがよくわかる感じになってるかなと思います。で、これがもうちょっとなじませるためにその下の面とあと空とかの素材もちょっと入れたものになります。これなんか横から近づいて見た時のをちょっと撮ったんですけど、まあ見上げる、自分が本当に行った時に見上げるとこうなるだろうなっていう角度をどうにかブレンダーでちょっと頑張った結果です。で、外側から見てもこんな感じになって、割と一番最初のこれよりは馴染んでいるけどかつ、目立つっていうのが実現できたんじゃないかなというふうに思います。はい。結果です。結果、ブレンダーにインポートしてキャラクターのデザインをカスタムできました。で、その中で、他の建物と区別しやすくて、キャラクターとの統一性を見られて、写真とか楽しくなるんじゃないかなと思います。で、ディスカッションなんですけど、カラーが似てるポケモンが結構いて、でそういうのがあると本当に被っちゃって、ちょっとそれ個々の個性を出すのは困難かなって、ポケモンもすごいので、っていうところが一番大きくあって、で、その代案としてタイプ別で分けるっていうことにしようかなというふうに思いました。タイプだと16種類あって、あるので、これに合わせてやると、まあ、18種類のみで分けつつ、
まあ、今までよりはカラフルにできるんじゃないかなと思ってます。で、そうなった時にテクスチャーがこのその色だけでもいいんですけど、上でこのマークがあったように、これ右側の私がこう手書きで書いたんですけど、こんな感じでそのマークを入れてくのもできるんじゃないかなというふうに思います。で、あとちょっと戻った時に建物のその選別基準などが曖昧で、今回とりあえずランドマークになるものとして大きくて、まあ、有名な渋谷パルコにしたんですけど、それをどうするかとか、多分それの形もその地域によって様々だと思うので、そこも結構課題かなというふうに考えてます。はい、まとめになりますが、Go スナップショット、ポケモン Go の Go スナップショットを今より充実させるアプローチとして、この建物をキャラクターのカラーに連想させるカラーにするっていうことで実践しました。ですごい印象的に なってすごい遊べる範囲が広がるんじゃないかなというふうに思います。なんですけどやっぱり課題は多くて、さっきディスカッション出たところとか、プラトの LOD2 の建物出た、せっかく屋根のところがあるのにそこの色彩をあまり区別せずに側面と一緒に使っちゃうのはちょっともったいないかもしれないなって最後の方に思って、ちょっとそこも考えどころだなというふうに思いました。はい。で、これがメディウム向けタブリッドポジトリ参考文献リストで、こっちがグラレコになります。以上です。おい。ちょっと最初のこう入り口のところがまだちゃんと理解してない感じなんだけど、ゴースナップショットのこうアプローチが、夏美にとってはすごく好きだっていうところは理解できてて、はい、それを都市に展開していくっていう流れで、自分の好きなポケモンのパターンを、プラトーの建物データの一つの建物に当てはめて、ポケモンそのもののキャラクターがそこにはいるわけではないんだけれども、建物の一つがそのキャラクターになり変わったような形でカラフルなデザインを当てはめるって見たっていうところまでも理解できて、それはそのゴースナップショットと同じような感覚になのかっていうところが、なんか私としてはゴースナップショットのその延長って意味で、その今回はキャラクターっていうふうに言ってたんですけど、それは基本的には自分のあのパートナーのキャラクター、パートナーにしてるキャラクターを普通に撮ると思うんですけど、スナップショットで、その時にその場所の近くに行った時に、あのそのキャラクターが手前にいる体で、私今回その写真撮ったってコラージュして撮ったんですけど、ちょっとその写真ちょっと行方不明になっちゃって、ちょっと載せられなくて、建物のキャラクターもいるのね、そこに背景の 3D の建物もそのキャラクターに合わせて色が変わっている状況は面白いんじゃないかっていうのを実際やってみたってことか。そうです。ああ、理解、ようやく理解した。なのであれね、一番重要な写真がなくて、今感覚で言うと、ポケモン GO のスナップショットを撮るった時に たまにランダムで他のキャラクターが一緒に映り込んだりするみたいなお遊び機能があるけど、あれに近い感じってこと。そうですね、あれの他のキャラクターじゃなくて、そこにいたそこで撮った写真の後ろの建物もなんかそれに反応して同じ色になってるぞみたいな。なるほどなるほど。ああ、だからという、まあ、ある意味今のポケモン GO のアプリの、機能の、新機能提案に近いようなものとして、プラトのデータが使え、まあ、試しに使えるんじゃないかっていう。はい、そうですね。かつ、まあ、ナイアンティックの、プラットフォーム、ライトシップか、ライトシップのデータの中にも、オープンスレマップの建物データが入っているし、それは、逆に言うと今さっき渡るも含めて、オープンスレマップのにプラトンで データをインポートしている作業も入ってくると、まあオープンスレマップにプラトンのデータが当たり前に存在する状況になったら、ライトシップにもそのデータがあるはずで、技術的にはそれを組み合わせることによって、よりそこの現地で撮った、写真の背景にある建物そのものの色をこう擬似的に変えることもできるんじゃないかという未来を見据えた、それをやってみると本当にそれがこう
グッとくるのかどうかっていう、そこを確認したってことね。そうですね。なるほど。だからやっぱりそう、ポケモンのキャラクターがもう一緒に写ったものが一枚あったら、それで多分一番分かりやすかったか、ね。はい、すいません、ちょっともう一回ちょっと作って取り直して載せます。了解です。はい、なるほど。なので、だからそれってまあ機能提案としては多分ナイアンティックの人とかに見てもらって、あ、面白いねって言ってもらえるかだけど、多分ね、今の段階だとみんなが一体これは何なんだろうっていうハテナが待っていたので、あ、意図はすごい理解できたので、やっぱりそこの最後のコラージュの部分の完成形を見てみないと何ともやっぱり想像しにくいけど、ただ発想としてようやく意図が理解できたので、すごくインタラクティブに街の 3D の建物データと位置情報ゲームを組み合わせることによって新しい表現ができるよねっていうことは確かに面白いっちゃ面白いかな。で、この話で言うとなんかすごく思いついたのは、マンションポエムって知ってる？向かお願いします。マンションポエムって知ってる？知らないです。マンション広告とか電車の中吊り広告にマンションの広告のがあるでしょう。はい。で、それってそのマンションの宣伝のところに上になんかすごいこうちょっとこじゃれたポエムが書いてあって、なんかなんだろうな、あんまりいい表現は浮かばないんだけど、なんか天にそびえる青山のこうどこどこマンションのその景色を表現するみたいな、あ、そうそう、あ、そう、あ、これなんだっけ、これその、これはまだ全然違うけど、まあなんかいろいろ理を称えた面の、これもこれも違うけど、まあマンションポエムってそのポエムを書く広告なんだけど、そのポエムには必ずそのマンションを中心にしてね、マンションが光って上に光がこう伸びるその表現をするので、ここにマンションが映されますよって。で、はい、光ってるマンションの上にポエムが描かれるっていう、それがマンションポエムポスターの、まあ、よくあるパターンなので、やりたいのかっていうと、そのマンションだけをね、ここに注目してよっていうね、そのアピールがね、すごいこう、なんていうかな、面白いというか。あ、今調べました。なんか、はい、そこだけポータルみたいになってる。そう、あ、それがリアルにできそうだよねってね、今、羽賀の卒論見て、これマンションポエムを立体版できるなっていう発想に持っていくと、結構なんか今まで2次元だったマンションポエムのポスターが3次元に拡張できるなとは思ったっていうところです。はい、以上です。はい、ありがとうございます。面白いですという感じで、他はちょっと Facebook、 はい、OK、 はい、という感じで、他に質問がなければ、はい、じゃあようやくでも意図は理解できたんで、じゃあ最後はそのコラージュの作品最後完成させて、それを差し込んでくれればOK にします。はい、はい、お疲れさんでした。よし、じゃあ最後、いぶきいますか。研究室に泊まり込んでたいぶきが、はい、お願いします。はい、聞こえてます。はい、見えてます。はい、じゃあ始めます。はい、したら、はい、では始めます。私のテーマは 3D サガキャンモデルを作るということで、去年から引き続きやってる研究内容です。一応プラトーの整備フローを元にして、市民参加型でできないかっていう内容で、キミラット形式で言うと、まあ、イントロダクションとして、3D モデリングっていうのと、まあ、そのキーワードであるデジタルツイン、オープンデータ、民主化っていうのを組み合わせた研究内容になります。具体的に言うと、プラトーで、まあ、新宿とか都心以外だと結構LOD1 って呼ばれるのっぺりとした建物データしか登録されてなかったので、その LOD2 以上のモデルの普及っていうのに、
まあ、オープンストリートマップのように、市民がモデリングに参加できれば、解決できるんじゃないかということで、試験的に行いました。で、これが、これが、国土交通省が、プラトーのホームページで、ウェブサイトで、公開している LOD についての説明で、今回はこの LOD2 以上、4はちょっと少し難しいかと思うんですが、LOD2 から3まで、作ってみました。で、先行事例としては、まずプラトー自体というのと、大学のキャンパスを、バーチャル空間に投影している VR 東大、あとバーチャル渋谷というところで、それに対する新規性は、市民による 3D モデル整備の検証というのと、まあ、キャンパスのモデルをオープンデータ化するという、新規性を取っています。で、方法は、プラトーの整備フローを参考にしてまして、プラトーがその、まあ、ベースである地図と、あと2つの測量、航空測量と、測量じゃなくて調査です。定期的に行われる調査。で、この3つを合わせて、整備しているということだったので、市民参加型としては、まあ、ベースは、OSM とか地理地図、オープンデータのものを利用し、測量はドローンで。で、あと、スキャニバースなど、ライダーを使ったスマートフォンで 3D 計測っていうのも役に立つと思っています。で、今回は、国土交通省が示している標準的な作業手順の、ほんの一部になるんですけど、最終的に CTGML にするものに対して、一番最初のその幾何オブジェクト、形のあるものを作るっていう、そこだけを行っています。で、具体的に、手順なんですけど、まず点群を使うってことで、ドローンで点群を取得するのと、あとスマートフォンでスキャニバースを使って取得するっていうことを行いました。で、点群を間引いたり、調整したり、トリミングしたりするのはクラウドコンペアで、ここで、ポリファイルに、エクスポートをします。で、それを直接ブレンダーに落とし込めるので、それをもとに、まあ、その点群に覆われるように、点群に沿ってモデリングしていくという、ちょっと手作業で地道な作業だったんですけど、なんとか相模原キャンパスは終わらせました。ということで、結果です。まあ、一応去年のゼミ論から始めて、昨日でやっと完成しました。相模原キャンパス内の塔っていう名前がつく19の建物の、LOD2 から3相当のモデルを、制作し、公開が完了しました。こちらです、順番に。A、B、C、D。A 塔がアリーナで、B 塔が、図書館、あとメディアセンター、あと C 塔はチャペルで、D は、ちっちゃい教室が入ってる。あと E は大教室があるのと、F はラウンジがある建物。で G は、食堂と部室が入っている建物ですね。で H は、フィットネス、健康管理センター。で I は大型実験施設で、JKL は、理系の塔。で M は、なんか音楽室みたいなところで、N はなんか情報系の教室。あと、まあ、その他もろもろみたいな感じで。あと、スタジアムも一応作りました。で、まあ、出来上がったものを、まあ、3D プリントしてみて、その STL のファイルにエクスポートしてからプリントしたんですけど、結構これ、2000分の1のスケールなんですけど、割と細かくできたっていうので、ギリギリガチャガチャに入らないのもあったんですけど、なんか分解して、製品化できないかなと。考えてます。で、まあ、角度を変えてみると、本当になんか公式の画像みたいに面白い写真になってます。であとは、そのスマートフォンでチャペルの中を特別に 3D スキャンさせていただきまして、鈴木聡太さんにもご協力いただきまして、点群を取得したんですけど、点群自体と、あと360度カメラの撮影の画像は学外に共有できないということなので、今回はこのライブ配信ではちょっとお見せできないんですけど、
フラッシュラボの、ドライブで、共有できてます。で、この、作った 3D モデル自体は共有できて、で今、ブリッジを使ってこんな風に VR 空間みたいな感じでやってみました。本当になんかプロトタイプなのでのっぺりした感じなんですけども、一応点群に基づいて、オブジェクトを配置、形成してます。で、まあディスカッションとしては、まあ、考案した方法で、結構精度の高い、建物モデルができたっていうのがある一方で、効率が結構悪いというか、いろいろ判断が難しいところとか、あと、ブレンダーの操作が単純に結構、難しいというか複雑なので、市民参加型っていう前提を考えると、ちょっとあんま適してないのかなっていうふうに、考えられます。あとは、まあ、オープンデータ化することで、3D プリントしてみたりしたんですけど、本当にいろんなアイデアが出てくる。まあ、例えば、なんか、あれをなんかテトリスみたいな感じで、ゲームにしたりとかできるかなと思ってます。あとは、CG のデザイン利用。あと、まあ、VR への利用など、様々なアイデアが創出できます。で、一応その、まあ、自動でやった方が効率がいいので、まあ、そういう方法も模索してたんですけど、なんか、点群からメッシュを、面を張るっていう作業、なんか結構ガタガタになってしまって扱いづらくなっちゃうので、今回はもう、自動化は考えずにひたすら手作業で行いました。まあ、今後、ちょっと検討していく必要があるかなと思います。で、まあ、コンクルージョンとしては、まあ、点群とブレンダーで、タガキャンやりきったぞっていうのと、あと、まあ、市民参加としては、まあ、より適した整備方法があるんじゃないかっていうふうに考える必要があります。であと、VR とかガチャとか、さまざまな二次利用を期待できますっていうところで、であと、グラレコはこんな感じで、であと、まあやりたいことというか、やってほしいこと、まとめてあるんですけど、ブレンダー一筋でやってきたんですけど、結構建築系の CAD とかで、フュージョンとか、使ってる人も多いみたいなので、まあ、それも使ってみたりとか、あとは、モデル自体、今 1.0 っていう状態で公開してるので、それをどんどん、新たに点群を取って、さらに細かくしていく作業だったり、ちょっとここおかしいんじゃないのっていうところを、直してもらったりっていうのを、やっぱりオープンデータ化しているので、そういうところも実現できると思ってます。であと VR、AR の実装へは、グリッチは行ったんですけど、ちょっと Unity やりたかったんですが、ちょっと時間なくて断念しました。あとはクラスターとか、スペシャル .io とか、いろんなサービスで、使ってほしいです。であとは、屋内スキャンとモデリングは、まあ、今まで一人でやってたので、ちょっと他の人からもやってみてフィードバックをもらえたらなと思ってます。あとは 3D モデルを本当に自分の好きなものと組み合わせていろいろアイデア次第で、いろんなコラボができるかなと思ってちょっとレゴとマイクラが持ってます。で、最後でもないんですけど、これニコタマロボ、昨年度のハッカソンで作った建物を使ったロボット。建物を使って何か形作るっていうデザインなんですけど、これの佐賀キャン版も作りたいなと思ってます。全然作りたい人いたら勝手に作っちゃっても大丈夫なんで、はい、よかったらお願いします。で、この発表以上になるんですけど、プリントしたものを全部持ってきてるので、今見えてますでしょうか。見えてる。今持ってきてます。これは2000分の1スケールで、つけた19の塔が今綺麗に並べられてる状態なんで、よかったら後で見てください。以上です。はい。去年は1個しか建物できなかった。今回全コンプリート19の建物をクリートしました。
ちょっとスタジアムまで行くとは思わなかったな、さすが。スタジアム、そうですね、プリント、ちょっと地面と一緒じゃないとうまくいかなかった、プリントしてみました。で、そうですね、去年はシートだけできたっていう状況だったんですけど、やっぱり全体を通してみてもシートが一番難しかったので。はい、あれだね、後半やっぱりペースは完全に上がってたし、まあ、慣れもあるんだ。はい、なんか市民参加型でゼロから全部自分でやるってすごく大変だっていうのは、まあ、多分その指摘の通りで、はい、でもモデリング好きな人たちはモデリングがっつりやるけど、でもじゃあこれでいぶきが属性入れたいかっていうと、そんなめんどくさいことは正直やりたくない。はい、でも逆に言うと属性与えるのが好きな人たちもいて、あ、多分体制なんだろうなと個人的には思ってて、モデリングしたい人たち、あとそれも自動オートメーション化する自動生成、はい、使う人たちもいれば、自分でも丁寧にモデリングする人たちもいて、でもモデリングのプロセスと特性の当てはめで、まあ、最後それを CTGML として展開していくっていうところの中でのこうフローをある程度分けて、やりたい人たちがどこにアサインしたいのかみたいなことをやるようなことが仮にできるのであれば、それはもしかすると市民参加型で成り立つかもしれない。まだ多分ただすごく難しいだろうなと思っているので、でも、はい、おとといかな、おととい、ミンキャップの発表会やったんだけど、ミンキャップはまあスキャニングする、点群取るとか、モデル、そういうスキャニングするだけでも好きな人たちはいる。だからまあ最初の元データのスキャニングする人たち、3D モデリングするプロセス、そこに属性を与えていくプロセスっていうものをこう段階的に分けていきながら、市民参加型のフローみたいなものが、もう多分数年かけて作れるといいなと個人的には思ってる中の、まあ、モデリングがかなり、まあ、頑張ればここまでいけるよっていうのと、ハマれば、ハマる人たちはやっぱりそこにモデリングやりたい人たちと出てくるんじゃないかなとは思ってます。で、過去に実は Google はそれにチャレンジして失敗したんだけど、 Google はスケッチアップっていう会社を買収して 3D モデルも無料にして、でそれをもとにみんなで市民参加型で3次元の建物とかテクスチャ作れるのかなっていうことをやったけど、結局全部のプロセスを全部丸投げしちゃうと、やる人はやるけどやっぱり難しいっていうか、なかなか更新できないっていうところのジレンマにいってしまったので、結局うまくいかなくてスケッチアップはまた売却してしまったっていう流れになってるんだけども、そのあたりのこう、まあ、失敗を、まあ、繰り返さないようにするにはどうしたらいいのかっていうアプローチの中では、やっぱり今回のモデリングも含めて、モデリングはモデリング、それ以外はそれ以外で分けていくっていうところが大事かなと思うと、まあ、次の下の世代が、じゃあ属性入力やりますとかっていうような形で、このあたりの息吹の作業もみんなでこう継承していくといいんじゃないかなというふうに思っています。あと、やっぱ VR とかに展開する。そうそう、まあ、クラスターしかり、スペシャルしかりだけど、あとメチャバースとかね、まあ、いろんなこうメタバースのこうプラットフォームが今あるので、そのあたりにどんどんこのデータがどう使えるのかをこう放り投げて、まあ、テストしてみるっていう形はありなんじゃないかなと思っています。なのでこのデータをがっつり使って、また来年こういろんな形で使われた実績が出てくるといいんじゃないかなと。はい、はい、お疲れ様でした。なんか学生とかが質問あれ、あ、平沢いいですか。はい、どうぞ。ポイントクラウド、ドローンとかスキャニバースで点群を用意して、それをスキャン、ポイント、あれなんだっけ、クラウドコンピューター、クラウドコンピューターにやって、PLY ファイルに変換ってことだったんですけど、そのクラウドコンピューターで行った作業としては、そのコンバートのみっていう作業だったのかなって思って、例えば、なんか、ポイントクラウドで点群量をめちゃめちゃ増やして、で、その、なんていうのかな、もう少し細かいところを、こう、なんていうの、ポイントクラウドって点群を増やして、そこからまた、PLY にして、ブレンダーに入れた方が、なんかブレンダー側の作業はちょっと楽になるんではないかなとは思ったんですけど、どういう流れで作業したのかちょっと聞きたいです。あ、はい。まず、クラウドコンペアがオープンソースであることを選んだというか、もう点群の調整で調べたら一番上にクラウドコンペア出てきたので、それで使い始めたんですけど、なんかそもそもその点群が濃すぎると、ブレンダーですごく重くなっちゃうっていうのが問題で、するんじゃなくて薄くするために使ってたり、あとは、塔ごとにちょっと切り分けたかったので、
切り分ける操作をして、でそれで調整できたものをあのポリ形式にエクスポートしたっていう流れです。あーなるほど、確かにそう。いや僕もちょっと気になったのはそのクラウドコンペアってすごい使いやすい反面、あのまあ点群数が多かったりするともう永遠に処理が終わんないみたいなことが起きたりするんで、なんかそこをクリアして多分このモデルを作ったんだろうなと思って、ちょっと後であのもう少し技術的な話を聞かせてください。あのありがとうございます。はい、そうですね、点群がなんか崩れてたりあの映ってなかったりするときは、まああのまあ、できる限り点群に沿った形で形作っていくのに徹してたんですけど、あの写ってないところはあの実際に見に行って写真を撮ってこれくらいの感覚かなみたいな感じであのモデリングしてみたり、あとは結構その同じ形のものがなんか配列みたいな形で等間隔で並んでたりする場合とか、あと建物の左右対称で、作られてたりするので、片側だけ写ってればよかったり、あとはその壁と壁が接する角が分かってればなんとかなったりっていう、いろいろなんかコツがあったので、最悪ちょっと映ってなくても大丈夫な場合が多かったです。これっていうのは基本的にあの、はい、フライ先生が撮ったドローンの点群データのみでを、まあ、基本としてって感じなんですかね。あ、そうです。あの点群で使った点群データは、建物のその外側の形はフラス先生があのエアロボビングを飛ばしていただいて撮った点群で、うんうんうん、でチャペルの屋内はバイフォンのスキャニバスで撮影したものです。なんかそれこそなんか点ライダーとかで汎用機、まあ、iPhone のライダーとかでも点群が撮れるようになったっていうところを考えると、そのドローンで撮った点群とそのまあ、スマホ内ライダー機で撮った点群をまあ重ね合わせてでノイズ処理するともう少し精度出るかなっていうふうなふうにも思いました、うん、多分それって多分クラウドコンペアでも今の技術的にも多分可能なので、なんか僕もちょっとそれをやってみたいなと思いました。はい、ありがとうございます。多分あれだよね、ドローンは上空から飛ばしてるわけだから屋根とかはまあ取れてるけど、逆にやっぱり足建物の足元とかね、人間目線のところって結構実はドローンは弱かったりするので、そこを iPhone のライダーで保管するみたいな、まあ、地上からまあ5メートルまではライダーで撮りつつ、まあ、5メートルの部分はもうドローンに任せちゃうみたいな、まあ、そういうやり方もありかな。あとは、この前の、ミンキャップの成果発表会で発表になったけど、最優秀賞が今年はうだつ VR っていう、うだつの、あの徳島県のうだつの街並みをスキャニングしたやつなんだけど、それは、ガクンとライダー使ってなくて、一眼レフのデジタル一眼と360度カメラだけで 2時間、わーっと写真を撮りまくったっていう形でのフォトグラメトリで作ったけど、かなりやっぱり、ものすごい、まあ、詳細に撮影できてるから、やっぱり出来上がったフォトグラメトリのデータの点群データが、やっぱりちょっと段違いだったなっていうのは、すごくこっちも勉強になって、なので、そう、案外、外方のライダーってやっぱり5メートルしか届かないけど、すごい綺麗に撮れてるけど、屋根もすごい撮れてるなと思ったのは、やっぱりそのフォトグラメトリーの性能が、まあ、精度が良かったところもあって。だから何が言いたいかっていうと、まあ、屋根の上、上空からドローンで飛ばす、下からライダーで5メートルまでは撮る、それ以外の空間の部分は案外デジタル一眼とか、あの解像度のいいちゃんとしたレンズを搭載されてるカメラで撮ると、そこも保管できる気してます。だからね、そうっすね。やっぱりまだ過渡期だから、みんなのノウハウを集めていくと、いかにあとはの、なんだろう、作業量をどれだけ減らせるのかっていうところの部分は、まだノウハウが溜まりきってないっていうところなので、そこはすごく分野としては面白いところじゃないかなと思っています。そこの、あ、すみません、ちょっともう最後に1個だけなんですけど、その 3D モデリングを作るってなったときは、まあ、その一次ソースとして、まあ、ライダーなりフォトグラがあって、それを点群にコンバートして、その点群を、まあ、オブジェなり、あのまあ、その、3D モデルにするっていうフローが一般的なんですかね。いや、その一回その、はい。一回点群を挟んで 3D モデルを作るっていう。その流れは多いと思う。まあもちろん、すごくラフに測量っていう目的じゃなければ、うん、
ある程度ラフに作っちゃうことはもちろんできるけど、あとは、まあ、点群じゃなくても単純にこう特徴点のところを点として捉えるみたいなやり方もあるとは思うけど、やっぱり今だったら点群だろうなと思うな。なので、また時代とともにまたやり方変わってくるかもしれないけども、それナーフみたいなのって、そもそも援軍というよりもデフスで取っていくような形になって、概念的、最終的にはまあ天軍に変換できるなくはないけど、あれはなんか見た目をすごく重視してて、ナーフで取った 3D モードを天軍に変換するとすっげえ荒いというか、だけど動画で見る分にはすごく綺麗みたいな、なんかあれちょっとなんか摩訶不思議な感じがするの。またどんどん技術が変わっていくことによって、そのあたりの仕組みというかアプローチも変わっていくだろうけれども、今はまっとうにやるとすると、やっぱり天群でライダーなり、フォトグラなりで天群できちんと取っていくっていうことが、まあ、メジャーだろうなと思ってるね。なるほど。ありがとうございます。すいません、なかなかと。いや、でも、この辺のアプローチは今、旬なので、まあ、卒論も含めて、よくやりやすいっていうか、手を動かしてデータをがっつり取って、どう使うのかっていうところの中では、すごくテーマとして扱いやすいかなと思うので、こういろんな人たちがいろんなことをやって、また、多分ミンキャップも今度、冬にやるといろいろ北海道人に不利だっていう意見もあったので、この夏にやるよとかですね、いろいろミンキャップも含めて、あとプラトンも含めてだけど、3D モデリングとか 3D データの取得みたいなものは多分ここ数年ずっとホットになっていくと思うので、いろんな形でチャレンジすると面白いんじゃないかなと思ってます。はい、ということでこれで全員発表になったはずだけど、ちょっと見落としがないかどうかチェック。大丈夫かな。はいはい、ということで、1時から始まったから、結局2時間超えか、3時間ちょっと、はい、長丁場になります。しかも休憩せず、なんか寒かったからみんな移動しながら、で今、ちなみに、古橋は、寒かったで、庭にあるテントサウナに避難してっていう形なので、こうテントサウナでちょっとぬくぬくしながら、こういう感じで。いますけど、火は入れてないけどという感じで、はい、お疲れ様でした。じゃあ、今年の卒論ゼミ論発表会は無事終了ということで、また来年も2月の1週目の土曜日午後1時からやりますので、よろしければぜひ見てくださいというところと、ゼミ生は、この後、まあ、秩父横瀬に来ているメンバーは、懇親会をやりつつですね、ちょっと今、まあ、休憩入れて5時ぐらいかな、5時ぐらいにオンライン組も、ちょうど、桃太郎電鉄教育版のライセンスをもらったので、5時ぐらいから、ゆるゆるとオンラインで、ゼミ生は桃太郎電鉄 の部屋を用意するので、ちょっと動作チェックも含めて、遊びながら、ちょっと。フィードバックをもらえればというふうに思ってます。なので、5時に、スラックのチャンネルの方で、共有しますけど、4人で1部屋みたいな割り振りになるので、いくつかの部屋を作って4人ずつ入って、1年、プレイすると大体20分ぐらいで終わるような感じなので、ちょっとその辺はやりながら調整するんですけど、桃太郎電鉄教育版を、どういうふうに使ったら面白いことができるかってことをちょっとみんなで後でやってみようというふうに思ってます。はい、ということで、1年間お疲れ様でした。これで発表会を終わりつつ、ゼミ生は次は3月の卒業式終わった後、追い込んゼミコン、追い込ん新刊イベントをやりましょう。はい、じゃあ配信ズーム終了します。お疲れ様でした。お疲れ。